今国会でもですね、このことっていうのは議論になってなくて、まあ、きちんと情報開示しろみたいな話をですね、やっと起き始めたというところですけれども、本当に緊急の呼びかけにもかかわらずご参加いただきましてありがとうございます。この会の進行します職権連の事務局長をしています坂口と言います。よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、主催者を代表いたしまして全労連議長の田川さんの方からご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました全労連の田川と言います。緊急の学習会にお集まりいただきましてありがとうございます。緊急の学習会に緊急の主催者挨拶をやれということでちょっと戸惑っているんですけども、まあ状況をよくつかんでいない状況ですので、もしかしたら次回考えませんね、ご許しいただきたいと思います。EU との EPA だとか、リセップっていうんですかね、とか、と聞いてもなんか TPP やアメリカと EU の TTIP っていうのが頓挫をしているっていう状況が先に耳に入っているものですから、ちょっと状態が分からないし、どうお話をしていいのか言葉を持っていないのが実際なんですけれども、そうであるがゆえに今日の緊急集会だと思いますので、ぜひお互いに学び合っていきたいというふうに思います。と言ってですね、残念なんですが、実は並行して原発をなくす全国連絡会の運営委員会を開いておりまして、私そちらの方も関わっていてですね、ご挨拶申し上げたらとっとと退席をするというか失礼な状況なのでお許しいただきたいと思います。とりわけご報告いただきます鈴木先生や吉田さんには大変失礼いたします。お許しください。さて、NHK のニュースウェブに、今更聞けない TPP というのがあるのを見まして、そこには経済連携は成長戦略の切り札だという解説が載っています。かつそれによれば現時点での FTA、EPA の締結国と日本との貿易額っていうのはその割合、カバー率と言ってますけれども 22.3% だそうで、だから全体の貿易額に申し上げたような締結国の貿易額の割合っていうのはその程度ということだそうです。 TPP が動くと 37.2%、 EU との EPA が仮に動くとすれば 47.1%、 さらに東アジア地域包括経済連携、2000分ですかね、ここまでいくと 73.5% ということになるのだそうです。ちなみにこういう数字が出ているのは日本政府が2018年までにこのカバー率を 70% に引き上げるということを目標に置いているというからだというふうにその中では解説をしていました。私とても恥ずかしいことですけれども 70% を目標にしているという事実知りませんでした。人物金の自由な移動が経済成長に切り札になっていくというふうに言うんであれば、なぜアメリカはメキシコとの国境に壁を作ったり、ナフタから脱退をするって離脱をするって言うんでしょうかね。疑問が生じます。イギリスの EU からの離脱の選択も同じような疑問を感じざるを得ません。トランプ大統領を押し上げたと言われます、錆びた工場地帯に働く白人労働者の雇用を奪ったのは自由貿易協定だというふうに、あるいはメキシコだというのが正しいんだとすれば、安倍政権が掲げる自由貿易協定カバー率 70% というのは日本の労働者の雇用がアジアやヨーロッパの労働者に奪われると、こういうふうに考えなければいけないということになるのかも分かりません。あるいは今安倍政権が躍起になっています働き方改革っていうのは、とりわけ多様な働き方への誘導っていうのは雇用の破壊と引き換えにグローバル企業の儲けの最大化を保障するという中身だというふうに考えなければいけない。あるいは世界の労働者とのどん底への競争を日本の労働者に強いるものだというふうに考えることになるのかなというふうに思いました。多分そんなにずれた思いではないと思いますが、残念ながらそういった思いが共有をされているかというふうに言えばそういう状況ではないように思います。その理由もいろいろ考えてみたんですけれども、例えば
人材不足が言われる介護分野でインドネシア、フィリピンとの EPA 協定で受け入れを決めたのは2008年だと思います。ベトナムからの受け入れは2012年に決めているんですけれども、昨年2016年3月の、介護福祉士のこの、3つの国からいらっしゃっている方の合格率っていうのは、50% まで来ているんですが、それでも82人だそうです。増えたとはいえ、人手不足の解消ということにもなっていないという状況ではないかと思います。今年4月から、外国人実習生制度が改悪をされて、実習制度を活用した介護分野への受け入れということが動き始めることになっていますけれども、それが一体どういうふうになっていくのかということもよくわからないというふうに思います。雇用が奪われるということから言えば、製造業の海外生産への移転というのはこの間ずっと進んできて、例えば自動車というのは今、昨年7月時点で 66.6% が海外生産になっている。国内の雇用がそれだけ奪われているというふうに言わなければいけないのかは分かりませんけれども、しかし現実はそういうふうになかなか受け止められていないということだと思います。他の先進国に例を見ない賃金低下、あるいは一億総活躍だなどといって、働かざる者食うべからずというような風潮が巻き散らされる今の政策、経済のグローバル化と密接に関わっているし、自由貿易と密接に関わっているということを理解していないわけではありませんけれども、しかし申し上げたようなことを含めて、なかなか戦いを組織していくのが率直に申し上げて困難な状況にあるというのが今の、私の労働分野の状況かなと改めて思いました。冒頭のご挨拶というよりも愚痴を言っているように聞こえて申し訳ないんですけど、これが現状ですから、お互いにその現状を踏まえて学び合って、そしてどういう戦い、どういう取り組みをしていけば状況を変えて、やっぱり、グローバル経済下でのこの今のような一方的な、大企業優位のグローバル企業優位の貿易協定を強制するような進めていくような政治とどう向き合っていくのかということについて、お互いに深め合っていきたいなということを改めて思っております。中座をする者が言うことではありませんけれども、学習会の最後までのご協力を、最後にお願い申し上げまして、失礼者の挨拶にしたいと思います。ありがとうございました。本当に鈴木先生の方から、TPP プラスという位置づけで、この日曜があるいは日米の経済問題について、お話をいただきます。その後、バルクの吉田さんの方から、日曜 EPA の交渉の内容の概略と、それから財界および市民社会の、受け止めといいますか、こういうことについてお話しいただいた後、各界からということでいくつか関連するところが、あまり情報が出てないとはいえ、こういうところは絶対関係してくるというところがいくつかありますけれども、その中から東京の靴工組合の職長さんの佐藤さん、それから農家の中村さんの方から、現状とそれから心配についてですね、お話しいただくという予定になっています。でその後、時間あると思いますけれども、4人にちょっと揃っていただいて、皆さんから質問を受けるという時間をできるだけ取りたいと思いますので、ご協力ください。それでは最初に鈴木先生の方から、TPP 構想勝利と TPP プラスの日ロ日米 FTA の担保阻止というテーマでお話をいただきます。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました鈴木でございます。本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。私の方からは、TPP が破棄されて、それから TPP プラスのこの日欧日米、あるいは、RCEP も TPP をベースにとかですね、そういうふうな動きがこう進んできている、そのあたりの全体像も少しお話しさせていただいて、できる限り、EU と日本の、協定の問題について、特に食料の関係が中心になるかと思いますが、触れさせていただきまして、日欧のですね、詳しいその、状況につきましては、むしろ内田さんの方からですね、お話しいただいた方が、
よろしいかと思いますので、そのようなイメージで、考えております。で、私の資料をですね、1ページ、のところからですね見ていただきますと、今日は台本を短めに作ったんですけども、それでも20ページ超える、細かい字びっしりでですね、本来でしたら、3日2晩の内容ということでですね、それをまあできれば 4,50 分以内でというふうに思っております。で、まずですね、私最初に申し上げたいのは、TPP は一応破棄されました。そのことについてはですね、私たちが頑張ってきたことが正しかったということで、私たちのですね、そういう声がですね、まあ、アメリカの国民が大きく動いた、このうねりでですね、TPP を破棄する流れができたということで、私たちは TPP を破棄する戦いに、勝ったんだということをですね、ぜひつかの間確認したいと、いうふうにですね、勝利宣言を皆さんと共にしたいというふうに思います。なかなかですね、そういう機会がなくですね、次々と、新たな問題が出てくるもんですからですね、どこかで言っとかないといかんと、いうのがですね、今の状況かと思います。で、これだけのですね、格差是正、自由貿易、見直しのうねりがですね、大統領候補すべて TPP 反対とアメリカで言わせて、こういう状況を作ると、そういうことについてですね、やはり市民の力は TPP は悪いと証明したわけですけども、日本でですね、考えてみたら、私たちが TPP 反対してるときにですね、それをですね、TPP 進めてた人たちは TPP お化けだったんですよ。 TPP お化けがね、間違った情報でね、人々を不安に貶めてるんだって、冗談じゃないですね。やっぱり私たちの言ってたことは正しかったんだからね、そういう TPP お化けだと皆さんのことを言った人は謝れということですね、まず言いたいと思います。それにしてもですね、日本の政府は、TPP とかバラ色だバラ色だと言ってですね、最初から総理の頭は強行採決しかなかったというですね、そのことについて一言触れておきたいのがですね、その前の前の国会でですね、この例ののり弁当でですね、もうこれは批准は 前の前の国会では無理だと自民党さんが諦めたという新聞記事が出た日の夜の11時半にですね、地下鉄のホームで私は政府の要人に会いました。彼が言ったのは、大変だ、困ってるんだって言うんです。なぜか、その日の夜にですね、まだ隙あればですね、強行採決しろと安倍総理が騒いでるって、彼の頭はですね、まともに説明することなんか何もなくて、とにかく強行採決、強行採決と二言目にはそれを言ってたってですね、この実態が、よくわかる、わけです。で、じゃあアメリカの方ですけども、トランプさんがじゃあサンダースさんと同じような意味で市民の味方が、全然そんなことないですよね。彼は大富豪ですからね。しかもウォール街と友達でですね、何でしたっけ、ゴールドマンサックスから3人ぐらい閣僚に入ってるんですか、ね、そういうことからしてもですね、何やるかということは、全くですね、市民側に立ってるわけではない。ただですね、とにかくアメリカが儲かるようにですね、アメリカで作るんだということは言ってるんで、まあ人によってはこれ地産地消だからね、食料も同じでいいことじゃないかというふうに解釈されることもおりますが、ちょっと違うんですね。アメリカで作るけどですね、日本も全部無理やりポンコツでも買えってことですよね。自動車だってそうじゃないですか、ね、で性能が悪くて日本人が買わないのをですね、日本がおかしいんだ無理やり買えみたいなね、これ前からのアメリカの要求、これそのままですよ。でもね、 TPP のですね、事前交渉、ですね、TPP 始まる前にですね、日本は単なる意見交換だと2年間政府は嘘をついてですね、入場料を払いました。その中の大きな項目はですね、自動車についてアメリカの車をですね、5万台とか10万台ですね、数量枠決めて最低輸入義務台数を決めろと言われてたわけですよ、ね、こういう要求はもうアメリカの、本来的な部分であって、彼はそれをですね、さらに強化しようとしていると、いうことだと、だから農業についてもですね、地産地消じゃないですね、アメリカは輸出国ですから、アメリカのですね、農業を発展させて、さらに雇用が増えて農業関連産業を発展するには、アメリカでどん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 作って、日本がもっと無理やり買えたことですよね。で、アメリカはですね、自分のものを売るにはですね、徹底的に保護しますからね、アメリカの農産物、米でもそうですよ。1俵4000円とかね、安く売ってたって1俵ですね、1万2000円との差額をですね、全部補填して、とにかく安い価格でどん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 、多い年には
穀物3品目だけで1兆円も輸出貯金使って日本とかに売ってくるわけですね。それは TPP とかでもお咎めなしで、日米 FTA でもお咎めなしで、日本はさらに関税全部撤廃して無理やり買えと。どこが自由貿易かっていうとですね、これこそ自由貿易だというね、アメリカが自由に儲けられるのが自由貿易だと。まさにですね、それがアメリカのですね、本来的なやり方であって、トランプさんはそれを強化しようとしているというふうに考えなきゃいけないと。まあ、とにかく自分のことは徹底的に棚に上げてね、人を叩きまくると。まあ、世の中そんなもんかもしれませんけども、それをですね、まさに徹底するのがこれからのアメリカだと。これまで以上に大変だと。そういう中で日本はですね、TPP 強行採決して何やってんじゃんと。まさにですね、トランプさんにもっともっと要求されたらですね、答えなきゃいけないから、TPP 水準はスタートラインとしてですね、もう公約しますと。ここからですね、言われたらまたやりますからよろしくっていうね。そういうためにですね、やってんだと。だから東京オリンピックまでは少なくともね、総理にしといてねってですね、懇願してるということですよね。で、しかもひどいのはですね、TPP を批准することによってですね、日米 FTA とかにならないようにとかね、あるいは TPP の再交渉を避けるんだとかね、言っときながらですね、なんか最近ですね、トランプさんがもう早々と日米 FTA の話を持ち出しそうになったらですね、急にですね、ニュアンス変わってきたじゃないですか、安倍総理ね。もうこれ早くね、すり寄らなきゃいけないっていうんでですね、ニュアンス変わってきて、もう いつでも日米 FTA に行きますよ、みたいなね。これは TPP の再交渉をしないっていうことからしてもおかしいじゃないですか。そもそも TPP は二国間の協議のですね、束なんだから、だから TPP の日米交渉の特に、物品のですね、農産物とかの部分のですね、これはですね、をもう一度交渉するってことですよ。だから TPP の再交渉とほとんど同義だって、旧大のね、磯田さんも言ってるけども、まさにそういう意味でもですね、これは全くですね、いうことがどん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 すぐにですね、アメリカの要求の応じて変わってきて、次から次へとですね、国民のことを考えないで、いろんな要求を聞いていくっていうですね、この本当にあまりにももう情けないですね、本当に呆れ返ってですね、物が言えないぐらいの、次から次へとそういうことを繰り返していくという姿勢ですよね、これはですね、なんでもっと皆さん怒ってると思うけど、国民みんななんでもっと怒んないんですか、こういう姿を見てですよ、いうのがですね、私には全く、まあ、理解できないというですね。だからよく分かったことはですね、要はアメリカの要求に応じてただ次から次へとね、日本の国益を譲っていくだけの政治というものをここでもうストップしなければ、日本の将来はないということをですね、まあ、嫌というほど確認されていると、させられているということかと思います。それから1ページの一番下にはですね、これからさらに強まる、まあ、農産物重化要求ということで、これは、まあ、特に日米の問題の方ですけども、非関税措置というですね、農産物の関税とか以外のですね、例えば自動車の軽自動車の問題何とかしろって言われて、いやいや絶対日本は守りますって、軽自動車のですね、独自性を、国会で決議したけども、実は軽自動車の税金 1.5 倍になっちゃってると。自主的にやったんだのね、やったので、アメリカとも TPP とも関係ありませんって言って、全部非関税措置は譲っちゃってですね、おるわけですよね。で、この間の12月の初め の国会でも岸田外務大臣が言ってましたよね。付属文書に書いてある、確認事項というのはですね、非関税措置について、これは TPP がこじゃればですね、これは、行われないのかと。いや、これはですね、TPP とは無関係に自主的に日本が勝手に決めたことを確認してるだけでございますので、勝手に自主的にやりますって。何ですかこれ。ね。まあ、ひどいもんですよね。自主的にやったわけないのに、国会答弁っていうのはまさにね、こういうふうに、もう明らかに嘘だと分かるようなことを平気な顔して言ってですね、それに対してですね、通ってしまうっていうね、これの繰り返しじゃないですか。本当にこの国はですね、どうなってるのかと。ただその、だから非関税措置について日米間で合意したことっていうのはすでにほとんど実質発効してると。一番問題になるのは、農産物の食料の関税の部分ですね。これらは協定を結ばないと発効しないからですね。しかもですね、今一番 TPP がごちゃって、騒いでるのはアメリカの農業団体ですよ、ね。こんなに美味しい約束日本からもらったのにですよ。なんでやってくんないかって言ってんだから、日本がですね、農業何も影響ないなんて言ってたら真っ赤な嘘だってすぐわかりますよね。それから7年後には再交渉でもっとやらせると、関税撤廃に向けてって言ってたわけだから、
要は二国間でですね、さらに7年後のもことも含めて、もっとですねやらせろという TPP プラスがですね当然、まあ、出てくると、いうことに、なったということですよね。それから2ページ目の上のところにですね、今ちょっと問題になっているあの TPP 関連対策についても少し書いてあります。TPP 関連対策は TPP がなくなったんだからこれ執行停止じゃないかと、これに対して総理は何て答えましたか、その12月の初めにね、これは TPP を見据えたものであるのは TPP を前提とはしてないので執行停止にはならない、さっぱり意味わかんないですよね。まさにこれが国会答弁ですけども、でもね、ここがこのことが意味深くも言ってるのがですね、皆さんもご案内のようにですね、 TPP 対策ってのは嘘なんですよ。今まである予算をですね TPP 対策という名前でくくれるようなものをかき集めて4000億円とか言ってるわけなんですね。だから新たに加わったものってほとんどないんですよ。だからごまかしだと、ね、お金出してもらってありがとう、ね、もうこれ以上言いませんなんて言ってる場合じゃないですね。全部嘘で塗り固められてる、この対策だってそうだっていうことですよね。それからですね、次の2ページのもう一つの部分で、日本の経済界もですね TPP、になんかこだわるようなことを言ってると、このですね一つの大きな要因は、私はですね投資サービスの自由化でアジアから収奪したいというですね、これまでの日本の経済界のですねもう本当にひどい姿を私は見てきたのでよくわかるんですよ。今までですね私は、二国間のアジアとの FTA、 まあアジアだけじゃないですけどねの FTA の事前交渉にほとんど参加してるんですよ。その中で見たものはですね、とにかくアジアのですねまだ貧しい国もありますよ、人々をですね人とも思わないような態度で、日本の、巨大な自動車とか鉄鋼とか財界をバックにして経産省とか外務省の方がですね罵倒して、お前ら全部サービスと投資を自由化しろと、自動車の関税全部ゼロにしろと、こういうふうにですね徹底して攻めまくるんですよ。これはですねすごいものがありました。本当に見ててですねもう情けないという思いがしましたけども、そこまでやってもですね、今までの2国間の FTA では十分に投資やサービスの自由化を徹底できてなかったんですよ。 TPP がその上を行ったからですね、それをぜひですねアジアに適用してもっと収奪したいというのがですね、ここで見えてくる、要素かと思います。で、本当にですね業界をバックにしたですねそのまあ某省経産省って言ってますけどね、経産省のですね、方々中心のですね、対応というのはすごいもので、とにかくですねその交渉にはですね業界のですね、トップクラスが全部来とるわけですよ、巨大なね産業界の。それでですね後ろで見張っとるわけですよ、それでですね徹底的に言うわけです。で、私は夜ですね例えば自動車工業界の、まあ、専務とかね、一緒に食事するわけです。そうすると鈴木さんね、明日はねあんまり強いこと反対しないでねってね、まあ飲んでくださいみたいにね言われるわけです。そうですねなんて言っといて、次の日はですね徹底的にですねこんなのやめろって言うわけですよね。だけども、でもまたひどいのはですね、農業なんかですとね、もう野菜の 3% の関税もしょうがないなんてすぐゼロにしちゃってましたよ、今までの FTA で。でもですね、その産業界の利益を徹底して守るっていうね、経産省の精神がすごいと思うのは、チリでですね、銅ですよ、銅の関税、チリは日本は 3% しかないんですけども、チリは銅を輸出したいです。というんでですね、銅製品をですね。でも日本の、製銅、業界が、どうしても嫌だったんで、経産省はですね、食料についてはですね、そんなの関税全部撤廃しろと言ってね、お前のせいで交渉がうまくいかないんだと怒ってるくせに、銅の話になったんですね。銅の 3% の関税はですね、3% だけでも絶対に必要なんだってですね、とうとうと説明してですね、業界を守ろうとするわけです。だから彼らの身勝手さっていうかですね、彼らは何も考えてないです。とにかく、強い業界の言うことをね、そのまま伝えて、彼らが儲かるためになるようにですね、収奪できるように外の国から徹底的に要求をすると。それだけのマシンなんですよ。これって、だけども、アメリカが TPP でやったのと全く同じじゃないですか。そのことをですね、日本はすでにアジアに対してやってきてて、その思いは今でも変わってないっていうことですね。このことが、まあ、一つは、こう浮かび上がってくるですね、大きな、問題です。だから本来ですね、日本ともいろんな共通性もあるアジアの国々とはですね、
食料農業なんかも特にそうじゃないですか。分散したですね、狭い水田農業を中心にした国々がですね、新大陸型の農業で潰されるんじゃなくて、もっとみんなが支え合ってですね、共に発展できるようなですね、経済連携のルールをアジアを中心に作ろうじゃないかと。これがまさにアジアを中心にしたですね、経済連携のあり方じゃないですか。まあ RCEP はちょっと新大陸も入ってるけどね、そういうものにできるかもしれないと。柔軟性、互恵性のもとにですね、やっていかなきゃいかんのに、そこにもですね、TPP がダメなら RCEP 全部ね、TPP 水準でね、やらせてアジアからむしり取ってやるみたいなね、こういうふうな話に日本は、なってきてる、本当に、情けない、姿だということかと思います。で、RCEP だけじゃなくて、3ページのその下ですね、日欧、EU、EPA ですね、まあ今日の主題であるですね、これをもですね、TPP がダメならですね、今度は日欧早くもっと、ね、TPP プラスで決めてやれと、ね、これでなんとか、次に進むぞというですね、勢いが、強まってきたと、いうことでですね、こちらも、どういうふうになっているのか、なかなか漏れてこないというのがですね、でもまあこういうふうにして今度は、日欧ではですね、特にあの、乳製品、ですね、あのチーズで言えば TPP 以上のですね、全面的関税撤廃を要求されてて、これをですね、基本的には飲もうという方向で動いていると。で、こういうことがですね、また TPP プラスで行われたらですね、日豪にも同じ条件を与えなきゃいけませんよって日豪 FT には書いてあるわけだし、それからですね、アメリカも黙ってるわけない。まさにですね、TPP プラスのですね、連鎖で、いろんな分野がもう日本は地獄状態、あり地獄状態になっていくというですね、ことが、出てくると。だからこういう流れをもうどっかで止めないと、ここで止めないとですね、いい加減にしてくれと、いうことになってきたと。で、特にですね、今回の日欧の交渉はですね、今までも秘密交渉ですが、特に今まではですね、4つの頭でやってきました。ね、外務省と、財務と、経産と農水がですね、一応4省庁体制でやってきた。外務省は何やるかというと、基本的にはですね、あの、司会と路地だけなんですね。中身なしでね、やるんですけども、それから、まあ、財務省が関税一般で、経産省が製造業とか投資サービス、農水省は農産物ということでですね、やってきましたが、今回はですね、基本的に農水省なんか完全に蚊帳の外ですよ。全く何も聞いておりません。官邸の指示を外務省が、受けてですね、ただ、飾りのようにしてそれを進めてるっていうですね、徹底した、状態になっていると。それから、秘密交渉という点ではですね、FTA の交渉って全部秘密交渉だったんですよ。よく考えたら。誰も言わないですよ。TPP でこれだけ問題になったんでですね、もうちょっとちゃんとしなきゃいかんじゃないかっていう話は出てきたけど、そもそもですね、特に声の大きな業界の人と、政府が勝手に決めるのが当たり前で、国民の声なんてどこにも関係ないわけですよ。そうやって決めちゃっていいもんだっていうのがですね、中国協定のですね、SDS だって今まで勝手に入れてたわけだから。ね、これがですね、まあ常識だったわけですね。だからまあ、TPP を、で、これだけのですね、混乱が生じて、こんなんじゃダメだっていうことが今、出てきましたけども、TPP 始まった頃もですね、情報開示しろっていう議論になるとですね、FTA やってきた人たちです。なんて言ったかと。何言ってんだと。FTA っていうのは国民なんか関係ないんだと。勝手に政府がまず決めちゃえばいいんだのに何言ってんだっていう言い方だったんですよ。だから私はテレビでも言いましたよ。あのね、それがおかしいんだって。そもそも秘密にしてること自体がね、当たり前だと思ってるのがおかしいんだから、ここで帰ればいいじゃないかという話をしましたが、まさにですね、そういうことをきちんと、徹底していかないといけないと。それから、業界のですね、話で言いましたけども、そのステークホルダーという意味でですね、強い産業界の人たちだけがバックにいて、その要求をほとんどですね、その突きつけていくのがですね、交渉のやり方なんですよね。じゃあ国民、市民の声ってどうなってるんですかね。市民の生活にがですね、どうなるかについての声をちゃんと聞いて交渉しなきゃいけないじゃない。そこの視点が今まで全く抜けてたわけですよね。だからこの点についてですね、まあ内田さんのところとか皆さんも一生懸命頑張ってくださってますけども、要するにこれからのですね、交渉というのは経済連携協定もですね、きちんとステークホルダーというならば、まさに私がやってたような事前交渉も含めてですね、
市民の声をきちんとですね、聞いて交渉するという体制を作れということをですね、徹底的にシステムとして要求していくということですね。これをぜひですね、強める必要があるというのがですね、今回の、日欧も含めてこれからの交渉でですね、さらに、強化していく必要があるのじゃないかということです。それから3ページの一番、下ですが、その農産物の TPP プラスという意味で日欧ではですね、先ほど申し上げました通り TPP でもですね、乳製品ではチーズの完全撤退が一番、大きな影響を与えると。それでもですね、ハード系のナチュラルチーズだけの完全撤廃だったんですが、 EU はですね、ソフト系のナチュラルチーズが一番主力ですので、それも含めて撤廃しろということで、全面撤廃のですね、様相を呈しているということで、こうなりますと今まで進行してきた国産チーズ向けの生乳50万トンくらいの行き場を失いますので、これはですね、大変な、打撃を酪農界が受けるだろうと。ちなみにですね、1リットル牛乳300円というですね、すごい値段で、守って消費者も、生産者もメーカーも、小売店もこれでハッピーだと言ってるシステムを作り上げてる立派なカナダはですね、何やってるかというと、そのためにですね、 TPP でもそれから EU との FTA でもですね、乳製品は人の命を守る基礎食料だから絶対に外国には依存しちゃいけないんだと。1リットル300円でもアメリカのホルモン入り牛乳なんか飲みたくないからということでですね、頑張ったと。だから乳製品の関税は一切、ですね、撤廃してないんですね、カナダ。だからこういうふうな国もあると。逆に EU もそうなんですね。 EU も、欧米は全部そうです。日本は米米って言うけども、欧米ではですね、乳製品、牛乳乳製品ってことですね、これはまさに公益事業だと。電気やガスと同じで必要な量が必要な時にですね、供給できなかったら子供が生きていけないんだから絶対に海外に依存しちゃいけないっていうことですね。ですので EU の乳製品関税も 100%、200%、300% です。だけどもなんで日本だけがですね、チーズの関税撤廃しなきゃいけないのかって、いうことに、もう逆に言えば、なろうかと思います。で4ページに行きますと、でこれからですね、バターが足りないとかね、いろいろ時々言ってますけども、そんなもんじゃ済まなくなりますからね。これからはですね、時々ですね、小売店の棚から牛乳が消える日がどんどん出てきますよ。なぜか日欧でこんなことをやってですね、さらに指定団体でね、酪農の専門農協は買いたいですよ、ね、これはですね、イギリスでそういうものを解体して何が起きたかと、酪農家がどんどん分断されて多国籍乳業メーカーと、それから巨大スーパーとの連合軍に個別で買い叩かれて、酪農家の乳価は暴落してですね、もうやっていけないって、むしろ旗立てて戦うみたいな話まで行ったけどまだ改善してない、こういう状況になってからじゃ遅いんですよね。だから酪農家の方々は大変、もちろん大変だけども、これが意味するところは牛乳飲めなくなるよと。国民にとってそんなことにしていいのかっていう問題がですね、もう、この2つのですね、踏んだり蹴ったりの、やり方でですね、酪農にはですね、もうどんどん近づいてきているということをですね、考えなきゃいけない。これは日欧とそれから指定団体の、廃止ということで、個々の酪農家が個別に買い叩かれる状態が作られようとしているというですね、この2つの大きな、打撃によってそういう状況が、起きうる。だからこういうことは絶対にですね、進めちゃいけないとですね、いうことになるんですが、まあそれと同時にですね、酪農家の皆さんもう不安でですね、どんどんやめちゃいますよ、こんなことしてたら。だからその前に不安を払拭できるようなですね、政策っていうものがちゃんと提示するなら提示しろと、ね、日本の農業は過保護だからね、ほっといてセーフティーネットなくせばみんな強くなって一産業になるなんて言ってる場合じゃないですよ。このことをですね、もう一度考えなきゃいけないんですけども、ただ今の官邸はですね、本当にこの反対する声をですね、押さえつけてですね、黙らせていく汚いやり口がですね、得意ですよね。この、人事と金と恫喝ですよね。で特に役所を黙らせる、農水省を黙らせるのに聞いたのは人事ですよね。審議会以上の人事は官邸が決めるって、これは聞きましたよね。待てよと、
これ以上ですね逆らうと俺は干される、逆に言えばここで寝返ってですね、アメリカと財界とですね官邸と同じこと言っときゃもしかしたら俺も事務次官になれるかもしれないって、いやそんなこと言ったってなれないやつはなれないんだと思ってたのに本当になっちゃったわけですね。ということでですね、でその時に一緒に起こった、人事はですね、なんと、農水省が最後の抵抗を試みて酪農の指定団体を廃止したらとんでもないと、これはダメだというふうにですね、言ったらですね分かったと、担当の生産局長さんもクビ、それから牛乳乳製品課長も飛ばされたんです。こういうやり方でですね、今どんどん締め付けられているということですね。あとはまあ金という意味ではですねちょっと話は違うけども、やっぱりお金の力にはなかなか勝てない。うちの原子力の教授は6億円もらってね大丈夫大丈夫って言ったと、ね、あの事故の後すぐにテレビに出てですね大丈夫だと言って、本郷に帰ってくるとですね早く窓閉めろって東京も危ないんだって、ね、これが6億円の効果ってやつですね。それはね私も6億円くださるならね TPP だって20億だと考えますけど考えたんだけど、まず6億円もらう、もらった上でやっぱりねダメだと言えばねこれ丸儲けじゃないですか。これで本当の情報を流そうじゃありませんか、ね、情報戦略もっと考えなきゃいかんですよ。敵はねもう情報完全にコントロールしててまともな情報出てこないんだから、私たちもできる限りね、そういうお金を集中すべきところに集中してですね、情報戦略を立てるっていうこともですね、考えなきゃいけないと。でもう一つついでじゃないですけど、あの関連の話かどうかよく分からなくなっちゃったけども、あの文科省のねあの天下りの話ね、あれねあんなものね1件や30件じゃないですよ、何千件ですよ。うちの大学だってひどいもんですよ。で国立大学民営化して自由になったなんて嘘ばっかり、ね、文科省焼け太り、総長の周りに理事会作って理事いっぱい作ってですね、そこにどん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 文科省から人が来るわけですよ。そういってですね全部お金吸い上げてですね、私の農学部には全然お金来ないですよ。本当焼け太り、もうひどいね文科省ってひどい省庁です、ね、あの役所ですねなんて言った語弊があるかもしれませんが、ちなみにあの私は、農水省15におりましたけどね、あの天下りではございませんのでね、大学のねちょっと話が逸れてますね。それで4ページの真ん中ですけどね、あのもう一つよく言われるので、あの日欧でも言われてますが、このですね、農産物と自動車とかのバーター論ってねよく出るじゃないですか。これ実は間違いです。例えばね日本のですね乳製品の関税全部ゼロにしたらね、EU が自動車の関税ゼロにしてくれますか。関係ないんですよそんなこと。EU の自動車はですねゼロにしたら困るから嫌だと言ってるだけで、別にですね乳製品の関税がゼロになろうが 100% だろうがこんなことは関係ないわけですよ。これが交渉ですよ。だからあれば農産物だから譲れというためのね、口実であって、本来はそんなことは一切関係ないんですよ。このことはですね外務省の担当官もおかしいよねって言ってましたけどもね、まさに、そのことをですねきちんとあの認識し、する必要があるなと。今ですねこの日欧だ日米だという形でまたトランプさんもどんどん2国間でやるという話を、進めてきてますが、このことについて私たちはいよいよ考えなきゃいけないと思うのは、もうですね FTA の乱立でですねもう世の中の貿易ぐちゃぐちゃになってきてるわけですよ。これがですね本当にいいのかっていうことですよね。 FTA っていうのはそもそも仲間外れを作る悪い仲間作りですよ、ね、お前は仲間だから関税、ね、ゼロしてやるけどあいつは嫌だからね、関税残してやると、こうやったら何が起こりますか、ね、俺も入れてくれになるか別の仲間作って対抗するかってことでしょ。でどん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 それがですねエスカレートしていくと。で5ページの上にありますが、氷の2っていうのがありますけども、例えばですね日、EU の EPA を結んだらですね、日本の利益 EU の利益がまあ、経済的メリットという点で計算すると、これ日本が1200億とか EU が636億とかですよね。これねあんまりないですよ。むしろですね仲間外れになった国のマイナスの方がよっぽど大きいんですよ。つまり日米もそうですが、日 EU とか日米とか経済規模の大きい国が自分たちだけで仲間作りをすれば何が起こるかと、はみ出した国はですねいい迷惑なんですよ。例えばもっとコストが安くね、生産できる国がですね、その生きがいになっちゃって、その貿易に参加できない、これはですね世界的な経済構成から見たらマイナスに決まってますよね。
しかもですね、ここで日 EU でも見てもらうと、ちょっと逆説的かもしれませんが、食料や農産物というのは、FTA に含めない方が日本の利益は実は増えるんですよ。ね、FTA 進める皆さんは農産物全部撤廃しろなんてその方がいいんだって言うけども、計算すると逆の結果が出てくるんで、こういう結果はですね、いつも隠されてるんですよ。だから私はですね、こういう結果を出すんですけども、どういうことかというとですね、今言った話ですよ、その農産物を除外しなかったら何が起こるかというと、もっとですね、EU やアメリカよりもコストの安い国から入ってきてたものがですね、はみ出してしまうと。だから日本の消費者の、皆さんの利益はさほど増えないと。逆にですね、関税収入は減るし、生産者の皆さんが、不利益を被ると。そっちの方が大きくなってしまうということなんですね。こういうことが、計算上は必ず出てくるわけですよ。こういう点もですね、こう一つ頭に入れとかなきゃ。いずれにしましても、こういうふうな、差別的な協定をどんどん作るということは、世界の貿易を歪めて、いろんな意味で、問題だと。スパゲティボール現象なんても言われますが、これもですね、貿易ルールが錯綜してですね、特にあの原産国、ね、証明っていうのをやらなきゃいけないのがね、それも協定によって全部違うから、もう大変なコストになるわけですよ。だからこんなことやってたらね、こういう協定がですね、プラスかマイナスかわけわかんないと。輸出業者でもそうなってくるわけですね。だから、5ページの一番下の方に書いてありますが、長い間ね、皆さん日本は FTA っていうのは絶対ダメだと。今 TPP しかないなんて言ってた経済学者全部 FTA やっちゃいけないって言ってたんですよ。特に日米 FTA が最悪だって言ってたんですよ、ね、その方々が手のひら返したようにね、TPP だね、日米 FTA だって言ってんだから、何なんだと皆さんね、もうちょっとね、経済学の真理というのは何なのかと、ね、そのね、恥ずかしくないのかと、ね、いうことをですね、もういよいよですね、こういうことについてもう一度考え直して、このようなことをどん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 ね、進めていく、やり方に、こう揺れ戻しをですね、きちんと考えなきゃいけないというのが今の、状況かと思います。それからですね、7ページに、行きまして、食の安全の問題についてはですね、これからですね、日米 FTA が、これがもう一つ日本から差し出されるですね、格好の材料として、大変心配な部分です。EU の方は逆の意味で大変だと思うんですよね。で、ちょっとだけその点に、最後触れておきたいと思いますが、アメリカとの関係でいうとですね、実は TPP でもですね、食の安全基準は絶対影響を受けないというふうに言われました。全くの嘘でですね、もうすでに何段階にも分けて、TPP の交渉過程でも譲ってたわけじゃないですか。まず事前交渉でね、何やったかと。BSE、ね、供給分の輸入基準を20ヶ月例から30ヶ月例まで緩めましたと。これも TPP に絡んでやったんだからね。これもうすでにやっちゃったことでしょ。影響を受けないなんて嘘じゃないですか。それから TPP の交渉過程で日本の積み残し分についてまだやらせるっていうんで、日本だけがですね、二国間並行協議っていうのを別途やらされて、その中の目玉項目の一つが防カビ剤だったじゃないですか。収穫後農薬ね。これは日本では収穫後に農薬をかけるのは禁止ですよね。その必要もない。だけどアメリカから勝手に入らないように運んでくるのに農薬かけなきゃいけない。今さらとかね、だけどもそれ認めてやらなきゃいけないってんで、前からですね、苦肉の策でですね、今さらを収穫前にかけると農薬で、収穫後にかけるとこれは食品添加物だってね。こんな分類してあげてわざわざね、認めてやってたのに、それでもまだアメリカ怒り始めてですね、食品添加物に分類されるとすると、レモンのパッケージにですね、今されるって書かされると、これが不当なアメリカ差別だから、これ改善しろってね。2013年の秋にもう日本は認めちゃったわけですね、交渉の途中で、ね、だからそれもすでにやってたわけです。それから最後にですね、 TPP の合意ができてからもう一つ準備してたのが、BSE の、ね、輸入条件撤廃ですよ。食品安全委員会の幹部は言ってましたですね、アメリカから言われたらすぐもうやんなきゃいけないから、もうですね、30ヶ月じゃなくてもう撤廃する準備を終えてますからって、ね、これがですね、まさに、日本がやってきたことですから、 TPP で食の安全基準が一切影響を受けないなんてことはすでにですね、事実上もうですね、嘘だったと。でアメリカのですね、科学的根拠に基づいて、科学主義に基づいてですね、
ほとんど毒だと分かっててもですね、毒と確定するまでは食べ続けると規制しちゃいけないということで、どんどん崩されていくっていうのが日米の二国間のですね、これから、どんどん起こる食の安全基準が切り崩されていくというですね、問題だと。ただですね、 EU との関係ではこれね、話がちょっと逆になってくるんですね。 EU はまさにそのアメリカの科学主義、毒だと分かっててもね、死んでも食べ続けるというやり方じゃなくて、そんなこと言ってたら間に合わないんだから、予防原則で、おかしなものは絶対ね止めてやるということでですね、 EU は徹底してやってきました。そういう意味では日本以上に厳しいわけですよね。このことが、どういう影響を、及ぼすかというと、一つはですね、一番最後のページに18ページまで飛んでいただいて、19ページの上のところですね、 EU は食の安全基準や動物福祉や生物多様性とかですねについて、非常に今でもすでに厳しい基準を当たり前のように採用してますよね。で、そういうものをですね、この動きとして、18ページの一番下に書いてありますが、EU は関税で守るから、財政負担で守る、さらにですね、今度はルールで守るんだと、自分のところの食料をですね、どういうことかというと、環境に優しいですね、あるいは、生き物にも優しい農業をやってできた農産物が本物なんだから、その基準に達しない農産物は排除するってことですよ。これはですね、日本も真似すべきだと思うんですよ、こういうことをね。これからこういうことについてももっともっとですね、生産者の皆さんと消費者の皆さんが連携して、日本独自のですね、そういうその人にも環境にも生き物にも景色にも優しい農産物というのはこういうもんだという基準を作って、そうでないものは安くても買わないぞというね、動きを強めていくというのは大事なんだけども、逆に言えば EU はもうそれをね、どんどん実現してきてて、それを他の国に逆にですね、守らないと、買ってやんないぞって話になってるんですね。そうすると日本のですね、例えば畜産でですね、卵ケージ買いしてますよね、養豚だってそうですね、あるいは牛は狭い、土地しかありません、 EU のように、牛一頭に1ヘクタールないとねダメだと、そういうものでできたものじゃないと食品として認めないということで、 EU が全部それを、日本からの輸入を拒否すると、こういうようなことがある意味可能なわけですね。そういうような要求をさらに、強めてくる可能性があると。そしたら日本のですね、業界農業も含めて全く対応できないですよ、今の状態じゃ。もっと日本は EU に近づかなきゃいけないけど、今の段階でそれを言われたらですね、こっちがひっくり返ってしまうと、こういう状況がですね、あるということはですね、考えておかなきゃいけないと。このあたりがですね、もう一つ、非常に両側面あって難しいところですが、 EU との関係では、そういう逆の意味でですね、アメリカとは逆の意味でその大変な部分が、あるということかと思います。それから最後にですね、21ページに言っていただきまして、今ルールで、基準作りで守るという話が EU でありましたけども、その前の段階のですね、所得に対するセーフティーネットというか、直接支払いでですね、どれだけ欧米が食料農業を守っているのかということについてもですね、私たちはもう一度認識しないと、日本の農業が過保護だからね、もっとね自由化して競争にさらせばいいんだというのは全くの間違いだということもですね、そんなことやってたら食べるもそんなことやってたら食べるものなくなりますよということをですね考える意味で、これ新しい資料ですので見といていただきたいんですが、まず21ページの表の2ですね、日本の、農業所得に占める政府の補助金の割合は2006年で 15.6%、非常に低かった。最近はお米の値段とかも下がってきて、そもそも売上自体が減ってるので、結果的に、補助金の割合は増えてますが、それでもですね、30% 台の後半ですよ。じゃあ表の位置見ていただいてですね、他の国はどうかというとですね、日本と同じぐらいなのがアメリカでですね、スイス 100%、 フランス 95%、 イギリス 91%、 なんじゃこれやと。所得のですね 90%、 100% 補助金なんですね。こんなの産業化と言われるかもしれませんけども、命を守り環境を守り国土を守ってる産業をみんなが支えるのは、これは当たり前なんです、欧米の常識なんですよね。これが当たり前じゃないのが日本だってことをよく考えなきゃいけない。
えないということですね。で、例えば氷室さん見ていただくと、フランスですけども日本と比べてですね、日本ではほとんど補助金が入ってないような野菜とか果物とかでもですね、フランスでは3割5割がですね、所得の、補助金が占めている、こういう状況ですから、さっき言った酪農でも8割が補助金です、日本がせいぜい3割とかね、全く雲泥の差があるわけですよ。これが世界の常識なんだということをですね、メディアはきちんと報道しないけどもですね、そういうことを考えるとですね、いかに、欧米の国民が自分たちの食料を守るために覚悟を持ってやっとるかってことですよね。で、表の4も見ていただくとですね、アメリカは、所得に対する補助金の割合は日本と、まあ、同じぐらいの3割台ですが、農業生産額に占めるですね、予算、農業予算の割合だと、アメリカ 75% なんですよ。すごいことになってるんですよ。これも日本は 30% 台で一番少ないんですよ。実は欧米の先進国の中で、いろんな指標で比べてもですね、日本が最も農業が保護されてないってことなんです。食料を守ってないってことなんですよ。だから、そういう意味でですね、考えなきゃいけないと。例えば、イタリアのロンバルジア平原に稲作ありますよね。そこのですね、地域の皆さんこう言ってますよ。田んぼにはオタマジャクシも住めると。ね、それから、洪水も止めてくれると。ダム作ったらね、何兆円だと。それから、水もきれいにろ過してくれると。こういう機能って、お米の値段に十分私たち反映してますかと。反映してないじゃないか。だったらただで世話になっちゃいかんでしょと。みんなでですね、お金を出して別途対価を払おうじゃないかと。それがまさに EU の直接支払いのシステムを作り上げてですね、税金からみんながですね、農産物に食料に込められたたくさんの価値に対してそれを細かく指標化して、みんなでそれを、ですね、支えていくというシステムを作り上げてるわけですね。これがまさにみんなで食料を守るってことじゃないですか。それからアメリカはさらにですね、冒頭で言ったように1票4000円で売っても1票1万人セントの砂漠の9割を全部政府が保証してみんなに食料を供給できるようにするから頑張ってくださいと、安心して投資してくださいって言ってるわけですよ。この欧米のですね、食料を守る政策に比べたら日本が何やってるのかってことですね。だからこんな状態でさらに貿易自由化ね、 FTA とか何でもどんどん進めて農業を規制にしてですね、そして輸出を増やせれば、ね、日本はプラスなんだと、ね、農業なんて、ね、過保護なんだからね、これをさらに解放した方がね、強くなるんだなんて議論にすり替えていくということはもう危険極まりないということですね。欧米は全く逆なんですよ。食料をいかにして徹底してみんなが支えてるかということをですね、もう一度考えて、仮にもですね、さらに自由化がやむを得ないっていうならば、欧米ぐらいの政策をきちんと提示して、ね、絶対守るから、国民が守るから、こういう形でやろうねっていう議論しなきゃいけないんですよ。そんなことは全然しないでですね、さっきみたいに、ね、TPP 予算だとか言って、嘘ばっかり言ってね、かき集めた、ね、お金で4000億つけたから大丈夫ですよとかね、はい、ありがとうございますって言ってるわけじゃないですよね。ということをですね、ぜひ、考えて、これからのですね、日欧も、その他のですね、協定にもですね、もうこれ以上のことはもうね、そもそも、まあ、農業だけじゃございません、食料だけじゃございません、他のことも、踏まえてですね、ずる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 、ね、国民の、利益をですね、どんどん譲っていくような、こういうそれだけの、ね、政治というものはもうやめようとですね、いうことをですね、ぜひ皆さんの私たちの力でですね、ここでなんとか歯止めを、かけようじゃありませんか。ただですね、最後にいつも言ってますが、彼ら暴走モードでございますのでね、いろんな圧力がかかってまいりますので、皆さんも重要人物でございますから、いろんな圧力でですね、身の危険にさらされないようにですね、日々の生活には気をつけてください。特にスキャンダルには気をつけてください。私もですね、またこれですけども、なぜかオーストラリア大使館の方がね、私のことを心配してくれて、君はアメリカの CIA に狙われとると、だから金髪の美しい女性が近寄ってきて仲良くしてくれと言われてもありえないことなんだから、ついていけないと。だからそこでいつも終わらなくてもいいんですよ。ということでですね、どういうことかわからなくなりましたがですね、ここで頑張りましょうということで、あとは内田さんにお任せします。はい、ありがとうございました。それでは次、内田さんの報告に進みます。もう一つ、先ほど最後に言いますと言った日米二国間通商交渉に反対する声明ってやつ、
ご存知のように2月10日にワシントンで日米首脳会談が行われることが決まったようです。でそこで皆さんも心配されていると思いますけれども、まあ、いろんなことがですね、トランプさんの方から、まあ、要求されてくると思いますけれども、その一つがですね、先ほど今先生のお話にもあったその TPP の代わりに日米 の, 通商交渉をやると、これが FTA っていう形を取るかどうかというのは別ですけれども、とにかく貿易交渉を、まあ、二国間でやるんだというようなことでですね、言われると思います。でそのことをですね、我々としては受け入れられないということをですね、市民団グループとしても声を大きくしたいということで、これに対する賛同をですね、今集めています。9日にですね、お昼に官邸前アクションしますので、その時に発表したいと思ってますので、8日中にそこに書いてある共同事務局いずれでも構いませんし、そちらに届けていただければまた運動に役立てたいと思いますので、ご協力お願いしたいと思います。ということで準備が整ったようなので、じゃあよろしくお願いします。アジア太平洋資料センターの内田翔子です。たくさんの方に集まっていただいて、そしていつも私、鈴木先生の次に話すことがですね、いろんな場面で実は多いんですが、笑いのハードルが上がるので、またさっき最後金髪 の, 運動の話をされたのは久しぶりにお聞きしましたが、実は今日私はですね、日 EU 日 OEPA ですねの鈴木さんがお話して、まあ、どっちかというと農業の関税、や自動車等の関税部分以外のですね、全然その、注目されていない、しかし重要だというところをいくつかピックアップして、お話しする予定、なのですが、まあ、ちょっと全体像をもう少しですね、基本的なことも抑えながらお話しします。30分という短い時間なので、ちょっと端折りながら時間が来たらやめますので、あとは質疑等のところでお願いします。で、まあちょっと皆さんのスライドにお手元にもないものもいくつか今入れたんですが、まあ、ちょっとまずね、さっき鈴木さんもおっしゃってましたが、まあ、TPP は崩壊と頓挫で、これ破壊しなんですですね、トランスパシフィックパートナーシップ TPP で、いわゆる青年ですね、生きた年数としては、2005年5月から2017年1月23日と、あ、10月あですね、書かれてて、これ私が作ったわけじゃないんですけどでこれ実は合成写真じゃないかっていうふうに私は思ってるんですが、これ誰が作ったか、あるいは誰のブログなどに載ってるかというとですね、全米の米輸出協会です。 The USA Rice Federation です。でさっき鈴木さんおっしゃったように、アメリカではトランプによる TPP 撤退についての賛否が、まあ、今噴出してますね。まあ、悲しんでる人もいれば喜んでる人も。でお米の輸出業界はもちろん最初はですね、鈴木さんおっしゃったように、なんだこの TPP で日本とに攻められたのにという失望を表したんですが、すぐにですね、これもちょっと先週のことです、1月27日にこの墓石の写真をウェブサイトに掲げてですね、まあ、ちょっと抜粋ですけどこういうことを書いた声明をの記事を載せました。アメリカの TPP からの撤退は日本への米の輸出に影響を及ぼさない、アメリカの米は日本において構造的な障害に直面している、我々はより多くのアメリカ米を日本に出荷できるように改善するアメリカと日本との貿易協定を支持すると明確に書いてます。つまり、一度は、まあ、TPP なくなってどうしようってなったんですが、もうこういうところは、まあ、これから持ち出されるであろう日本とアメリカの二国間、まあ、あるいは一方的なですね、偏無的なアメリカからの要求に期待してですね、もうイケイケどんどんということになっている。まあ、今日は TPP の話ではないですが、まあ、これが私たちが今直面している危機であるということを皆さんと共有したいと思います。さて EU なんですが、まあ、これはもう地図なので見てくださいということでですね、先ほど鈴木さんもおっしゃってましたが、2013年くらいですね、ですから4年ほど前からこのメガ貿易協定というのが次々と始まってます。特に2013年の春に、今ここに書いたほとんど全ての
メガ貿易協定が正式に交渉に、入ってます。日本が TPP に入ったのも2013年ですから、当時、まあ、御用学者っていうと失礼ですけど、まあ、あの政府寄りの研究者の方々はですね、あるいは大企業寄りのリサーチャーの人たちは、このメガ FTA 時代というのをもてはやしてたわけですね。これからはメガ FTA 時代だと。しかし2017年1月の現在、ここに挙げたいずれもですね、妥結は全然していないということですね、ご存知の。でもう一つ今実は重要なのは、端っこに書いた TISA というですね、新サービス貿易協定、これも2013年から始まっていて、日本がもちろん入ってます。アメリカも EU も入ってます。まあ、相当大規模です。50カ国ほど、EU の1カ国とカウントすれば入って、でこれがですね、今実はどんどん煮詰まってきてるんですね。 TISA っていうのがリーク文書もバンバン出てますけども、で実は TPP がダメになった、サービス分野の交渉ですから、例えば、電子商取引だとか、金融サービスだとか、あらゆるサービスの中身がですね、こう TISA の中でですね、どんどん吹き込まれて、さらに TPP プラスっていう話ありましたけども、そこでゾンビのようにですね、TPP の中身が実現されようとしている。で実はですね、今欧州市民はこの TISA に最大の警戒を払ってます。後で言いますが、日本と EU の協定に対する期間はそれと比べるとですね、さほど高くない。でもう一つ、ヨーロッパにはアメリカとの TTIP というですね、まあ、今これも暗礁に乗り上げつつありますが、まあ、これとの戦いというのも激しくやってましたから、まあ、これはトランプが TTIP をどうするのかということにもよりますけども、まあ、つまり、やはり世界各地でこれまでの、まあ、約30年ほど続いてきた貿易のルール、これはやっぱりダメなんだと、これでは人々が生きていけないということがですね、先ほど鈴木さんもおっしゃってましたが、やっぱり根底から脳が突きつけられている、まあ、そういう時代に私たちは生きているということです。で、まあ、ちょっとこれは飛ばしますね。で、まあ、これだけ言っとこうかな。まあ、一つ現実はですね、やっぱりこう多国籍企業がここまで自由を謳歌しているというのは異常なわけですね。で、まあ、ここに具体的な数字をいくつか挙げましたけども、まあ、例えばタックスヘイブンの問題もしかりですね、それから ISD でこれまで途上国はもう痛い目にもとことんあってきたわけですね。例えばエクアドルなんていう国はですね、主に90年代、2000年代以降22回もですね、大企業シェブロンとかですね、いろんな企業から提訴されて、すでに賠償額2000億円も払っていると。で国家が破綻、国家財政破綻の危機なんですね。それ で、しかも現在1件だけでですね、約1兆円の裁判を起こされている。これ国家予算の3分の1、これ負けて払っちゃうとですね、もう社会保障費とか教育とかですね、いろんなことに回せる予算になる。で現実にエクアドルでは ISD で負けた賠償金を払わなきゃいけなかったせいで、貧困層への支援プログラムの予算がカットされてですね、実際に人々が非常に苦しんでいるということがあるので、まあ、要はですね、この、まあ、TPP や TTIP 等を含む貿易協定の中に含まれるルールそのものがですね、まあ、こういうその貧困と格差をですね、さらに広げてきたと。でここまではほとんど今国際社会の中では共通認識になっていると思います。朝日新聞や NHK ですらそういうふうに言っています。なんかそれだったのか、ちょっと反応が困りますよ。まあ、そろそろ日経新聞もそう言い出すかもしれません。まあ、つまりですね、今のルールじゃダメだよねっていうことは、まあ、ほぼ共通理解なんですね。だからそれでじゃあどうするかということが今問われているという話です。まあ、これは先日 NGO が出した世界の富豪の真似です。まあ、ちょっとムカつくので載せてましたけど、まあ、トランプ氏は入ってないんですけどです。はい。で、EPA の日曜に入ります。でこれはですね、基本資料の中にもありましたが、まあ、秘密交渉なので、我々が市民、国民として政府に情報開示を求めても基本的に一切出てきません。で、我々自身はですね、ヨーロッパの NGO と、まあ、そうですね、秋以降連絡を取り合ってですね、
いろんな情報を交流させてますが、まあ、ヨーロッパもじゃあどんどん情報が取れてるかというとそうでもありません。で、まあ、ですから今日お話しするのはその限られた情報の中で分かったことということです。で、まずですね、この交渉分野、これは政府が出した資料にこのように書いています。お手元の別個 のこちらのにも入ってますから、ですから、まあ、皆さん驚きませんか、こんなにあったのかっていう話です。新聞では常に農産物あるいは自動車の話ぐらいしか出てきません。ですが実は交渉の分野というのはこんなに広いです。で、赤字をつけたのが今日できればピックアップしてお話ししたいところですが、これをまずじーっと見てですね、あ、なんか思い出すなっていう人いると思います。ちなみにこれが TPP の24分野です。まあ、ほぼほぼ同じです。まあ、細かく比べればですね、EU には入っていないものいくつかあります。例えば環境っていう章はありませんが、まあ、もちろん EU は環境基準というのは非常に強いですから、まあ、何らかの形で入ってきて中身として入ってきているでしょうし、先ほどですね鈴木さんも少し触れたこの動物福祉っていう分野ですね、これが入ってるんですね。この中には文字としては記載されてませんが、要するに英語で言うとアニマルウェルフェアっていうんですけども、日本ではなかなかこう一般的じゃない概念ですが、家畜に対するですね、まあ、十分なその最適な負荷のない環境で育てたものを製品として出荷する、まあ、そういう基準ですね。でこういうことも入っている。だからまだ私たちがですねこう直面したことがないような分野まで含まれているという話なんです。でちょっと今日はですねこの個別の分野をいくつかお話ししたいんですが、まずこの越境データ問題っていうのを簡単に話します。でこれはTPP の中にも電子商取引という分野がありまして、EU との日本の間のものにも入ってます。でこれ何かっていうとですね、単純に言えば、今ビジネスの中で、まあ、グローバルなビジネスの中で個人情報ですね、顧客のデータ、これは本当に重要ですよね。これはもう皆さんよくお分かりだと思います。例えば Facebook をやる方、 Amazon でお買い物する方、普通ですよね。で全部その履歴は吸い上げられてますよね。だからなんか頼んでもないのに Amazon からあなたのおすすめはこれとかですね来るじゃないですか。 Facebook は40代の男性に最適ななんとかとかですね、広告がなぜか自動的に出ますよね。まあ、あれは全部我々が Facebook やなんか Amazon を使うときに個人情報を書きますね。それがビッグデータとして集められて、そしてそれは企業の、まあ、何らかの意図によってですね、そういう宣伝が来られてくると。だから今の時代にですね、そういう電子ビジネス、まあ、インターネットあるいは銀行の個人情報なんかもちろん含まれますけども、そういったものをですね、企業側は喉から手が出るほど欲している。つまりそれをどのように広く深くですね獲得するかがビジネスの肝であるということで、どの企業も非常にそこに注目しているんですね。で貿易交渉の中では、そうしてそのこのそれぞれの国で集められた企業によって集められた個人情報、これを国境を越えて移動するというんですね。これを基本的に認めるのか認めないのかということが常に、論点になってきました。で、EU はですね、非常に厳格な個人情報保護の思想を持っています。これはナチスドイツでですね、ユダヤ人の人が大量に殺された、その時にみんなに番号をつけて管理した、その非常に深い反省という記憶があるので、個人情報というのは人権であると、最も基本的な人権であると、これがもう骨の髄まで染みてるんですね。だから EU のスタンスはビジネスの企業がですね EU で集めた情報を一歩たりともですね海外に移転させてはダメだと、企業が子会社にすらですね移転させてはいけない、これが基本スタンスです。ところがですね、ちょっと先に行きますが、アメリカルールで作られた TPP は全く違います、まあ、真逆と言ってもいいでしょう。この TPP の14章というのが電子商取引章なんですが、ここでは
個人情報というのはですね、基本的に自由に国境を越えて良いというふうに規定されています。だからこれ完全にコンフリクトを起こすんですね、 TPP と、まあ、EU の主張、まあ、EU は TPP じゃありませんけど。で、日本のスタンスはどうかっていうとですね、まあ、非常に曖昧ですね、曖昧もこですね。 TPP でもちろん合意してますから、基本的にはビジネスがの、あの企業が個人情報をですね越境するの自由よと、まあ、若干の保留規定はあるんですけども、基本的に自由と言いながらですね、EU のとの交渉の中では、でもちろん自由ということを求めているんですが、 EU はそれでは絶対納得しません。だからこのデータ問題どうするかっていうのが EU と日本の交渉の中の非常に今難航分野の一つとして、指摘をされています。だから日本政府はですね、あるいは日本産業界はTPP 水準で、越境データの移転自由をしてくれと主張するんですね。でも EU はダメだと言っているということで、ちょっと今土地を相当すっ飛ばしたんですけども、結局ですね、ここをどう処理するのかという大きな問題があって、交渉分野からも思い切って外すと、まあ、それしか解決の道は実はないんですね。日本がもし EU に認めてもらって、認めてというかこの交渉を妥結したいと思えばですね。ただどうやらまだですね、粘ってなんとかこの協定の中で、越境データの自由というのを獲得したいというふうに思っているようです。ただ EU はもうスタンスとしては基本的に変わりません。下に書いたように、どんな相手とのどんな貿易協定であれですね、個人情報保護というのを絶対守ると。もしこれ譲ったらですね、欧州市民は本当に怒り狂ってですね、まあ、今だって TPIP で100万人の規模のデモが起こってますけども、まあ、そんなことしたらそれでは済まないぐらいの問題という、まあ、懸案の難航分野が一つあります。それからもう一つはですね、 ISD に関わることなんですね。で、これも日本と EU の、まあ、基本的な考え方、思想の違いというふうに言っていいと思いますが、まあ、2010年ぐらいからですね、ヨーロッパの市民社会はこの ISD というのを非常に問題だと捉え、市民も反対をしてですね、市民だけじゃなくて研究者や元議員とかですね、EU 議員、それからもともと交渉していた人たちですらですね、やっぱりこれは問題があるということで強く批判をしてきました。で、2014年の1月にですね、アメリカとの交渉の中で一旦 ISD についてはもう反対の声があまりに強すぎるので交渉をストップするということを言って、その後にですね、欧州市民全体に対して、欧州議会をですね、インターネットを通じたパブリックコンサルテーション、まあ、これ実際にネットでどこにいても ISD についてどう思いますかっていう質問に簡単に答えられるものを聴取を行ったんですね。で、書きませんでした。これにはですね、15万人以上の人が回答して、その 95% 以上が ISD に反対ということになりました。で、まあ、ここまで来たらですね、 EU の側も、考え直さざるを得なくて、で実際に、ヨーロッパの国々も ISD でさまざま訴えられています。まあ、皆さんご存知の事例で言うと、例えばドイツは、日本の福島原発事故の直後にメルケルが脱原発政策をすぐ発表しましたね。これ素晴らしいことだと思います。しかしそれに対してスウェーデンのバッテンフォールというですね、原発の、まあ、プラント投資会社、これはですね、まあ、これ利益得るはずだったのにと言って提訴をしたと。だからドイツは何回かそのように訴えられてますから、非常にこの ISD に対しての抵抗が強いです。要するにこれは賠償金云々ということももちろんありますが、やっぱり自分たちの守っている法制度とかですね、主権、これが大企業によって大きく侵害されると、そのヨーロッパ法体系というですね、歴史からずっと作ってきたようなものが、このことがですね侵害される、これにですねものすごい嫌悪感をみんな持っているわけですね。だから、その後ですね、アメリカとの交渉の中では、改革案を出したんです。多少マシな ISD はまれにもひどい、
3人の仲裁人というのはみんな国際弁護士ですね、企業寄りで、そして密室で行って、不服があっても審理は1回だけとかですね、まあ、相当非民主的な仕組みですから、まあ、それを改善しようということでこの投資裁判所制度というのを提言しています。で、実際に、去年の2月にですねベトナムとの FTA で、この ICS の実現に成功してるんですね、というふうに次々と。でカナダとのセタップっていうのも、まあ、今止まってますけれども ICS へというふうに、もちろん市民社会からはまだまだ不十分だと言われてますが、それでもですね現状の ISD の問題に気づき辛うじて改革をしている。これがやっぱり EU、まあ、日本と比べればですね多少マシだというふうに思います。ですから当然、日本との EPA の中でも EU はこれまでの経緯を踏まえこの ICS という投資裁判所というものを提案しています。ところが日本は、まあ、TPP 型のですねこれ相当古いモデルの ISD、まあ、投資メカジン紛争メカニズムだと思いますがこれを提案しているということらしいです。ですからまとまらないんですね。でちょっとすみませんこれ文字ばっかりですけど、まあ、これが欧州議会が考える ISD の問題点で、さっき言ったように多少の改善点というのはまあこういうことです。常設の裁判機関、まあ、国際司法裁判所とかですねああいうところを多少イメージしている。で私的に選ばれる弁護士ではなくてですね、まあパブリックな形でですねきちんと誰が判事になるかということが公開されるとか二審制とかですね、いろいろ書いてます。ただ、まあ、全然まだダメだということで市民社会はもうこれはですねヨーロッパの団体がこの ICS をですね痛烈に批判したパンフレットで、ISDS がゾンビになってできただけだと、まあ、全然根本的に良くなってないからダメだというようなことで、まあ、つまりだけど議論してるんですね。じゃあどんな仕組みだったら、投資家と国家の間の紛争これは絶対に起こることです。投資という行為を認める限りですね。じゃあどういうふうなメカニズムであれば公平でですねさっき言ったような途上国がもうずっと痛い目を合わされ続けてですね、国際社会を放置するみたいなですねそれじゃダメだよねということで議論しているというところは私たちは見習うべきではないかと思います。ですからこの ISD 問題が日本と EU の間でのやはり難航分野の一つになっていて、これはですね EU が今更譲歩して TPP 型の ISD でいいということは絶対にありえません。これまたさっきのと同じで、じゃあ今まで積み上げてきたですねいろんな議論とかパブリックコンサルテーションとか何だったんだって話になりますから、これは絶対に引きません。だから日本がじゃあ分かりましたと EU 型のこの ICS でいいですと言わない限りまとまらないと思います。でまあそれどっちがいいのかっていうと、まあとりあえず全容が明らかになるまでまとまらない方がいいと私は思うので、その意味では変な話ですが当面日本には ISD しかダメだって主張し続けてもらってですねその間にやっぱり問題点を私たちがいっぱいいっぱい出してですね、そしてまあ最終的にはまあ葬るなり、本当にいいものに変えるなりということをしていけばいいしかないと思います。さてですねもう一つこれもあまり出てきません。実は鉄道という分野がありまして、これをですねヨーロッパの鉄道、まあ、業界ですねこれが非常に、この日本と EU の EPA の中で強く主張しているというふうに聞いてます。で、その元締めはですね欧州鉄道産業連盟ユニフェっていう書きますが、まあ、ここに加盟しているいろんなそのメーカーとかですね、まあ、設備の会社とかですね、まあ、プラント関係とかですね、まあ、いろいろもう何十社も入っているような連盟です。でここの人たちは何と言ってるかというとですね、まあ、要するに関税とかの問題では全然なくてですね、日本の政府調達のルール、これが、まあ、ものすごく平たく言いますと、まあ、まどろっこしくてですね、何回もその EU 基準で審査通ったような部品とかですね、車両とか、そういうものをですね、本当は日本ですぐ使えるのに、もう一回日本でテストしたりなんだりしなきゃいけない。だからそこのルールを統一する。場合によっては日本の規制をですね、EU の側に合わせてですねやっていく、
つまりそうやってビジネスとして展開したいというのがこの鉄道業界の強い意向です。でもう一つ、まあ、その先にあるのはやっぱり日本の鉄道業界、鉄道市場にですね EU 企業がもっともっと参入していきたいというのがあって、もう一つ主張として言われているのは、今あの政府調達 の、 あの規定というのがある、日本はあるわけですけども、これはあの政令 都道府県庁、それから政令指定都市17ぐらいですかね、政令指定都市に、まあ、限られているんですが、それをもっと範囲を広げてですね、小規模な自治体、まあ、人口が10万人以上ぐらいあればですね、国際入札をさせろということも主張しているというふうに聞いています。 ですからちょっとこういう動きはですね、あまりにも扱われないんですが、細かく見ていけばあのこういう主張があるということは事実として確認できると思うので、もっともっとその分野を私たちも視野を広く持つ必要があると思うんですね。で、まあ、最後にですね、これは今の EU の産業界の主張ということと関連しますが、日本と EU のビジネス界がどういう動きをこれまでしてきているのかということです。で、さっき言ったように EU の法体系とかですね、それから議会、民主主義等々のこういろんな仕組み、これはやっぱり習うべきことがたくさんあると思うんですね。食の安全基準にしてもそうだし、さっきの農業の考え方にしても、しかしもちろん指摘するまでもなく、 EU にもグローバル企業は山のようにありますね。バイエルとか、それからあのネスレとかですね、まあ、いろんな企業あるわけですね。それはアメリカと一緒です。でそういうところはですね、その人権だとか環境だとかですね、持続可能な開発だと言ってるような人たちだけでは当然ありません。むしろ我々が TPP でですね、アメリカのグローバル企業の中に見たようにですね、やっぱりこのリジュンを第一にしてですね、相手の国の規制を緩和させてですね、ビジネスチャンスを広げようと、まあ、そういう人たちです。だから EU といってもですね、企業を見るのと政府を見るのと市民を見るのでは全然違うということです。で日本においてももちろん同じです。で、日本と EU ではですね、実は1999年からこのビジネスラウンドテーブルというですね、まあ、それぞれの産業界の強いパイプがありまして、まあ、こうした人たちがずっとですね、この日本と EU の EPA を、まあ、育んできたわけですね。でこれが昨年の、まあ、春あたりからどん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 力を強めてきてまして、交渉を早くまとめようというふうな勢力として見えてきてですね、でいろんなことを、まあ、提言で毎年毎年してるんですけれども、でこの提言なんかを読むとですね、まあ、凄まじいなという印象を受けます。でこれはもちろんですね、産業界からの、まあ、提言なので、それがそのまま交渉の内容に全部載ってるかどうかは分かりません。しかし、もう私たちはですね、 TPP の中で十分知っていることは、アメリカのいろんな産業ですね、モンサントとかゴールドマンサックスとか製薬会社とか、こういう人たちがですね、交渉官に日々強いロビーイングをして、まあ、要するに自分の代理人としてですね、交渉してたという実態、この構造は EU の、財界も変わりません。ですからこの人たちが言ってることを読めば、おそらく交渉ではこういうことが責められているんだろうということがよくわかります。で、まあ、これはちょっとあまりにも文字量が多いので読んでいただければと思うんですが、まあ、一つはですね、そうですね、まあ、一番このビジネスラウンドテーブルの提言で強調されているのは規制の協力ということです。 TPP で言えば規制の整合性というように言ってましたけれども、要するにお互いの国のですね、ルールの違いを、まあ、合わせていきましょうと、まあ、それだけ聞けば美しいんですが、まあ、要はですね、そので日本、難しいのは日本にとって EU 基準にした方がいいものもいっぱいあるんですよ。あの食品の添加物の基準だとかなんとかあるんですが、基本的には、自由化の方向、より企業がビジネスしやすい方向に統一しようというベクトルの方が強いので、この規制の協力っていうあの分野にもありましたよね。これは非常にあの要注意の分野です。あらゆるところにこうカバーできるという意味でですね。で、例えばですね、まあ、これも本当皆さん読んでいただければと思うわけですけれども、
まあ添加物のことなんかも言っていますよね。実はトータルで言えば EU の方が安全度って高いと思いますが、何を添加物と定義するかというのはそれぞれ違います、日本と EU で。だからそれはもう全部統一していけとかですね、いうふうに書いてますし、それからまあこんな細かいですね、照明器具とか LED とかですねいうこともあれば、まあ、軽自動車およびその規制ですねということもまあ言ってきていますし、私はやっぱりなと思ったのはサービス分野の中で日本郵政のことがかなり指摘されています。これは TPP と同じ構造だというふうに思いますけども、まあ要するにですね、官報それから共済っていう言葉は発見できてませんが、まだこれ官報はですね不平等である、外国企業にとって不平等である。だから同等に扱いというようなことが、まあ、財界からの要求として非常に強い。だからさっきざっくりとサービス分野っていうふうにありましたが、そういう中にですね、おそらくこういう官報の話なども入ってきていると思います。それからまあ、これ投資の部分ではですね、まあ、ちょっと気になるのはこの下にある ④ のとこですね、赤い字をつけましたけれども、これは EU の産業界から見た日本市場の問題点ということですが、外国投資の水準が低いのは金融と医療であると。で、まあ、要するにそこを規制緩和しろと言ってきているわけですね。で、その下医療部門に関しては市場承認を相互に認め合うこと、それが投資を増大させる重要な第一歩であるとか、まあ、金融についてもですね、まあ運の勘、つまり一緒のルールにせよと、そうすれば EU 企業がもっと日本に参入できるというようなことです。それからまあ調達ということに関してはさっきの鉄道も図りますけども、まあ例えば競争入札の基準額をもっと引き下げることですね。それから先ほど言いましたが、まあ、GPA という国際的な政府調達に関する協定があるんですが、そこでは19都市しか規定されない、これもっと増やせということが言われている。それからまあ日本は英語の情報をさらに増やすことが望ましいとかですねこれ TPP で私たち言われてきたことまた EU から言われるのかよっていう感じなんですけどもまあそういうですねことなどなどがですね、まあ、いっぱいいっぱい言われてですね、もうなんだか私たち何がいけないんでしょうというですね思っちゃうんですが、まあ何もいけなくないんです。私たちが必要だと思って、日本に作っている制度ですから、何が恥じることも変えることもないんですけども、ただこれ今日ご紹介したのはほんの一部です。財界からの要求としてですね、もっともっといっぱいあります。で、まあ、最後の最後情報としてお伝えすると、仮に EU と日本の EPA が妥結をしてしまう場合、まあ、それが安倍首相が3月に行くまでにとか言ってますけども、まあ、それは私無理だと思ってますけども、した後にですね、実は EU の条約批准プロセスっていうのは非常に複雑なんですよね。だから、実は CETA というですね、カナダと EU の貿易協定の中でもその手続きに関して非常に揉めたりしてますけども、まあ、こういう仕組みになっててですね、まあ、要するに問題はというかポイントは、その3つ目ですね。条約締結には、まあ、欧州議会の同意が必要となったということですね。ですから、まあ、いわゆる欧州の政府にあたる欧州委員会が交渉を終結してもですね、議会が同意をしないと、まあ、最終的に締結できないということになりますので、まあ、これはいろんなレベルで揉め込むことがあるし、かなり時間がかかるプロセスになるというふうに思います。で、そっか、これ見なきゃいけない。で、さっき言ったように、とにかく私たちもそうですが、今人々はですね、このいろんな、なんかアルファベットがいっぱい並んだ貿易協定にいちいちこう反対していかなきゃいけないってことで忙しいんですね。ですから今 EU 市民の一番のやっぱりポイントは TTIP とか CETA、それからTISA で、日欧っていうのは残念ながら二の次三の次っていう感じがあります。で、しかし、まあこれも情報としてですが、実は2010年に EU 議会はですね、
市民による意見聴取、パブリックコンサルテーション、さっき鈴木さんはまさにおっしゃってですね、市民をやっぱ関与させていくと、ここがやっぱり EU と日本では全然進み具合が違うので、こういうこともやってるんですね。ただ日本においては一回もないですよね。政府から説明会があったこともない、パブコメもない、外務省の等のホームページは会議やりましたっていう単なる情報だけ。これはですね、情報公開っていう意味では全然違います。だからせめて EU 議会、欧州政府並みにですねやれということは、戦略としてもいいんじゃないかと思います。相手がやってることですからね。じゃあ日本もやってよということを最低限求めるということが必要です。で、最後すみません、もう終わりますが、欧州でですね、この日本との EPA に反対している団体っていうのは、さっき言ったいろんなメガ FTA に反対しているっていうグループが一つありますね。それからもともと80年代以降ヨーロッパに根付いている反グローバリズムの運動というものももちろんあります。それから最近ちょっと目立ってきているのはやっぱり環境という観点からのあれですね。これは日本のクジラ捕鯨を徹底的に批判している環境団体でして、強いですよね、口を言ってますよね。こんな捕鯨やってる日本とは絶対に貿易協定結んじゃダメだと。捕鯨がいいかどうかというのはですね、議論がいろいろあるわけですけども、こういうふうにですね。だから、欧州から見れば日本という国は正直言って、捕鯨だけではなくてですね、農薬をいっぱい使ってます、日本でも。それから遺伝子組み換えもバンバン承認してます。そういう意味で日本というのは非常にその持続可能な農業とか環境とか、それから気候変動、そういう観点からしてですね、非常に問題がある国だというふうに思われている。ここはですね、なかなかちょっと自覚 しづらい点なのですが、だからといって全部 EU に合わせるとは私は思いませんけれども、そういうふうに見られているということは知っておくべきかなと思います。はい、じゃあすみません、あとはご質問などでお願いします。ありがとう。どうも、盛りだくさんの内容ですね、時間が限ったところでお話しいただいて、本当に日本は、先ほど今、佐々木も言われたように、外務省なんかは、9月に交渉をやりましたみたいなことだったね、まだ12月にやりましたって言ってないですけど、9月にやりましたっていうのを出てるだけなんですけども、EU 委員会のホームページには、若干中身に触れてるんですよね。その中で物品市場アクセスっていうところで9月に議論していますというようなくだりがありまして、その中身の中に実はレザーっていうのがあるんですよね。比較製品なんです。で、これについても、実は日 EU で協議してますということが触れられています。で、今日は革靴業界の方の労働組合の方から今抱えている問題と、それから今までのいろんな自由貿易協定ありますけれども、やっぱり革靴になると EU が本番なんですよね。で、そういうところとの関係もあると思いますので、今日報告いただくことにしました。じゃあよろしくお願いします。どうもこんばんは、東京靴工組合の佐藤と申します。今日ご参加の皆さんは農産物、それからその加工品に関心がある方が大勢かと思いますけども、なんで革靴なのかという思いもされている方がいらっしゃると思いますが、今坂口さんからありましたように、昨年9月末の EU との実務者協議の中で、農産品、農産加工品、自動車部品とともにですね、比較製品を含む工業製品について市場アクセス問題について協議をしたと、こういうことが言われています。そういう関係で、今の日本の靴産業がどういう状況に置かれているのか、その一端を、限られた時間ではありますので、お話をする中で、少しでも関心を持っていただければなというふうに思っています。最初に日本の革靴履物製造業の全体像でありますけども、なかなかこれも統計がないんですけども、調べたところですね、約10年前の2004年の時に全国では事業所は625、事業者は1万2000人近く、
出荷額が2000億ぐらいなんですね。で出荷数量が4000万を少し超えたところと、まあ、いうのは日本の靴産業全体のですね、状況になっています。でそれが現在、これは2013年の統計でありますけども、従事者は1万1000人を超えてたものが7000人ちょっとに6割ほどに減ってきていると。出荷額は先ほど言った2000億余りから今1200億円ぐらいに、これまた 60% ぐらいまでに落ち込んできていると。足数の出荷数量でありますけども4000万ちょっとのところから2000万ちょっとということで 50% ぐらいまでに落ち込んできていると、まあ、いうのが実態であります。実は日本の革靴産業最大の産地は東京であります。で、まあ、東京でこの革靴ものづくりがされているということで、まあ、若干近郊の埼玉とか千葉とかいうところには行っていますけども、3割近くはですね、東京で革靴が作られている、まあ、いうことになっています。で私どもの組合もですね、この東京を中心とする首都圏の靴産業に従事をする、労働者あるいはその職人、それから法律的に言いますと金合労働者と言われる人たちを組織をしている組合で、日常的には我々は労働者だということで活動をしています。ですから私どもの組織をしている仲間たちというのは革靴を作っているメーカーさんに通って靴を作ったり、メーカーさんから委託をされてといいますか靴を作るということで生計を立てていると。で革靴というのは一足丸々職人が作ると思われている方が非常に多いんですが、靴というのは靴の上の部分のアッパーと言われる部分ですけども、この甲の部分を作る専門の職人さんで、これを木型というものにはめて底をつける底付けさんという、まあ、大方2つに分類をされるんですけども、いわゆる部分加工の産業でそれぞれプロフェッショナルの職人さん労働者がこれに従事をしている。でそれぞれのところで一足いくらという形での工賃出来高賃金をもらって生計を立てていると、まあ、いうことになります。まあ、我々はこの産業自身がダメになれば当然そこで働いているわけですから、当然生活がままならなくなると、まあ、いうことでこの産業の振興ということにも力を入れているところで、あります。で実はそういう状況になってきているということで、もう6割だとか半分だとかっていうような状況になってきている最大の要因は何かっていうと、一つは日本の今のこの賃金が目減りをしているということで物は買わなくなっているということですね。まあ、今日もざっと見ましたけども、おそらく去年から今年にかけて靴を一足も買ってない方は8割9割いらっしゃるんじゃないかと思いますけども、このことがまあ最大一つの問題であります。でもう一つは外国製革靴の大量輸入の問題であります。で実は日本のこの靴産業、外国製の革靴が輸入をされるということで、1952年から輸入制限措置というものを取っていました。基本的には靴は入れないということでやられていました。まあ、これは理由としてはいわゆる国内の革靴産業が小規模であると、非常に産業として脆弱であるということと、もう一つは童話問題、部落問題との関わりがあるということで、まあ、これは日本の産地を見ればそういうようなことも確かに言える部分があるんですが、まあ、こういうことで、輸入制限措置を取っていたわけですけども、まあ、当時、まあ、ガットがあるわけですけども、ガットのにこれは違反をしているということで、1978年にアメリカからこれは違反だということでパネル設置の要求がされて、以降協議が進んでいきました。さまざまな経緯があるんですけども、1986年に、まあ、ガット上認められている関税割当制度、TQ 制度というのは導入されることになります。ですから、米や農産物以外に鉱工業品目の中で、日本の産品で関税率がかかっている、一定の高関税がかかっているのは、皮革と革靴ということになります。で、以来ずっとこれが導入されたときには、
一時税率が 27% で、1200万足という枠があるんですが、その部分については一時税率 27%、 1200万足の輸入数量枠を超えると二次税率ということで 60% または4800円の重量税がかかると、まあ、こういう仕組みになる。つまり2段階の壁があって、外国から、革靴が入るのを、まあ、阻止するということで、従来の輸入制限措置からは一歩後退をしましたけども、そういう措置が取られて、でその後ですね、 WTO ウルグアイラウンド等々があって、一時税率が 20% 弱に下げられ、あるいは二次税率の 60% も半分の 30%、 重量税の4800円も4300円に下げられるというようなことがずっと続いてきて、現在に至っている。でこの問題でいうと、鉱工業品目でこれだけの関税がかかっているところはありませんから、ある意味諸外国から見れば日本の革靴比較はけしからんと、まあ、こういうことで、常日頃この FTA、EPA のところでですね、さまざま問題になってきているということになっています。で実際この関税割当制度がある中で、この輸入の状況がどうなっているかというと、直近のもので見ますと、2014年平成26年で履物全部ですね、革靴も含めたスリッパなども含めたですね、履物全体で、6億5000万足外国から入ってきている。で革製履物でいうと約4000万足入ってきているということになります。でそのうち TQ 該当履物というのは2800か900万足と、まあ、こういうことになっていて、ご承知のように最貧国といわれる、いわゆる後発後進国は無枠で入ってくるという関係にもなるんで、靴を生産しているそういう国でいうと、バングラディッシュだとかカンボジア、ミャンマーなどが靴を作っていますので、こういったところからはもう数量枠も関係なく、あるいは税率も関係なく、まあ、入ってくるということで、今日本の資本だとか中国の資本もそういうところに行って、日本への輸出ということで、まあ、やっていると、まあ、いうことです。ご承知のように日本は1億2000万の人口ですから、これだけの先ほど言った2000万足らずの生産合わせて、この外国から入ってくる4000万足の革靴があるわけですから、先ほど言ったように紳士靴で言っても、今も年間消費率は1足を割り込んでいると、婦人物で言っても 1. 点何足というような世界ですから、非常に靴がもうダブついているというような状況で、なかなか生産が上がらない、従事者も減ってきていると、まあ、こういう実態で極めて産業が厳しいな状況になっています。これは今先ほど言ったように関税割当制度という二重の壁があるもとでも、こういう状況になってきているということです。でこれが今度 EU との FTA、EPA ということになれば、当然こうした関税率というのは目障りだと、撤廃しろと、まあ、いうことになってくるわけで、非常に、まあ、脅威の数字になってきます。まあ、TPP の時は12カ国、まあ、11カ国、日本を除く11カ国を見ると、あまり 靴の産地はないんですね。で、ベトナムは靴を作ってるんですけども、ベトナムはもうすでにご承知のように EPA、日本とも結んでいますので、これも8年のステージングということで、日本とベトナムの税率は下げられるということで合意をされてしまいましたので、全体的にはそう変わりはなかったんですけども、我々は TPP についてもですね、これは対11カ国だけの問題ではないと、まあ、いうことで、皆さんとも運動を進めてきた経緯があるわけですけども、ところが EU はやはり非常に脅威だと。ご承知のように、ヨーロッパというのは有史以来靴履いてるんですね、革靴を。日本人は、庶民が革靴を履き出したのは戦後ですよ。もう70年足らず。戦前は、革靴を履いたのは軍人か校長先生か警官かぐらいですから、そういう点では非常に歴史的な経緯も違いますし、そういう点でも問題があります。だから材料となる原皮を輸入をするといっても、日本は北米だとかオーストラリアから調達をして、神戸、姫路でなめしをして、東京に持ってきてそれを製品にするというパターンなんですけども、ヨーロッパの場合には、まあ最大の産地はイタリア、フランス、ドイツ、ポルトガル、こういうところになるわけですけども、原皮は北アフリカで調達できますから、もう地中海を越えてのところで、自分たちの原皮を調達して製品化をすると、
まあ、いうような状況にもなってますし、今、旧東欧諸国でもこの靴産業ができてきて、いわゆる靴産業っていうのは労働集約型の産業ですから、まあ、3年もあればですね、産業として成熟するというふうに言われていますので、今やイタリアやフランスやドイツの旧東欧諸国に生産拠点を移して、まあ、そこで製品を作ってというような状況になっています。で、2014年の紳士の革靴で見ますと、日本に入ってくるのはイタリアで50万足、ポルトガル、スペインでもそれぞれ10万足ぐらいなものなんです。で、婦人靴で言ってもイタリアで、80万ちょっと、スペイン、ポルトガルでもそれぞれ10万足程度と、まあ、こういう状況なんです。今はだから2つの壁が入っていますので、こういう状況ですけども、そもそもイタリアは最盛期はイタリアだけで5億足の靴を作っています。そして 今でも生産は落ちたというふうに、まあ、先ほど言った東欧だとか他に生産拠点を移しての生産部分がありますけども、今でも2億足を生産をしています。そしてそのほとんどの2億足をですね、輸出をしていると。じゃあイタリア人はどこの靴履いてるのかっていうと、中国だとかいうとこから輸入をして履いてると、統計上はそうなってるんですね。ですから彼らのイタリアなん、例えばの話ですけども、イタリアは2億足以上の靴を生産をしていますので、そういったものが日本の国内になだれ込んでくるということになると、先ほど見た数字があるわけですから、非常にこれまで以上にも大変になってきているという状況があります。まあ、いずれにいたしましても、外国製革靴の問題もそうですし、こうした流れは今、もともと靴っていうのは服の場合は SML で済むんですけども、靴の場合には21センチから20、男の場合だと7、8とか5ミリ刻みであるとか、それからワイズといって、2E だとか 3E だとか 4E だとか、とにかく面倒くさいんですね。だから大資本だとか商社はほとんど今までこの産業には入ってこなかった、入れなかった、ある意味ですけども、今やですね、やっぱり外国資本が入ってきて、単価を下げて、売ってくると、もう独り勝ちの状況になってきてます。で、それは例えば皆さんも買ったことがあると思いますけども、 ABC マート、ここがもう今や流通を支配してですね、メーカーから問屋も全部支配して、小売りまで全部支配するような形になって、靴産業を席巻をしていると、まあ、いう状況にもなってきています。まあ、いずれにしてもこんな状況があるわけなので、これまで以上にですね、この日本と EU との FTA の問題というのは注視をしていかなければならないというふうに思いますし、我々日本の産業とすれば、右と左はね、1ミリたりとも同じものを今日本でも作っているわけですけども、そんな人はいないんですよね。右と左は必ず違うわけですから、そういう点では日本人に合ったですね、革作り、革靴作り、それから日本の風土ですね、この湿気、そういった風土や気候に合った革靴作りということを目指してですね、頑張っていきたいなと。で、これは今経営者団体の方でも挑戦が進んでいまして、何百足というような型を作って認証革作りっていうのを、革靴作りというのを今始めています。ご紹介しますと、経団連の大手町のでっかいビルがありますけども、その下にアンテナショップがあって、いわばオーダーメイド的な日本人に合った革靴を提供しようというような動きも今出てきていますので、そういった動きともですね、経営者の皆さんともですね、連携しながら戦いを進めていきたいなというふうに思います。以上であります。汚い話も聞いたんじゃないかと思いますけど、それでは最後になりますけれども、酪農家で千葉で酪農されてますが、調整地域とありますけれども、そこで、畜産振興協議会の会長さんを担っている中村さんです。千葉県の調整郡っていう茂原市の近くで、まあ、千葉県のほぼ中央なんですが、そこで酪農、をしています。で、私は母方の祖父が戦前からの酪農家でありまして、私が3代目の酪農家です。で、私が小学生の頃に1頭の牛から父親が
酪農を始めまして、で現在は妻と2人で生牛36頭と育成牛は20頭を持っています。で今TPP 運営もいろいろあるんですが、実態はですね、千葉県の酪農家がですね、千葉県農民連がその再結成された頃、酪農の運動を一生懸命やったわけですけども、その頃千葉県の酪農が6000戸あったんです。で今はですね600戸をついに切りました。10分の1以下になってしまいました。で私の住んでる町でも町で40戸以上の酪農家があったんですが、今6軒しかありません。で調整群全体で今調整群の会長を私してるんですけど、調整群全体で昔一つの町の戸数ぐらいしかないんです。でその戸数はそういう条件、その中身がまた問題でありまして、今非常に子牛が F1 の子牛が高いんですね。で片やその乳価がなかなか生産費を賄えないっていうことで、でもう一つはその先行き不安が一番大きいと思います。まあ TPP ももちろんもうずっと自由化でねいろいろやられてきていますから、そうするとですね、厳しいもんですからどうしても F1 の子牛をつけるんです。ホルスタインに和牛の精液をつけるとF1 の牛が生まれて、それが生まれてすぐ20万30万で高く売れるわけです。で、かたや私のようにホルスタインのメスを持ってますと、それから20万30万つぎ込まなくちゃいけないっていうことになるわけです。で、そうするとどんどんね、その子牛がホルスタインからその F1 になっちゃいますと、ホルスタインのメスしか後継牛を残さないんですF1 のオスとか F1 のメスっていうのは全部肉牛になっちゃいますから、自分一代で終わっちゃうんですよね。でそうすると元になるね、母牛が減っちゃうわけですよ。ですから千葉県の酪農家の中でも牛舎が空いてきてる農家がいっぱいなんです。で40頭いる牛舎にね15頭しかいないとかね、20頭しかいないとかっていう農家がいっぱいになってるもんですから、先ほど鈴木先生からもありましたけども、バターが足りないとかって牛乳も当たり前です。牛がいないんですから、どんどん F1 の子牛になっていっちゃえば、ホルスタインの後継牛がねいなければ牛乳はいくら頑張ったって出ません。で、私が亡くなって初めてだと思うんですけど、乳業協会がその補助金を出してオーストラリアの初任牛を導入するから基金を出すなんていう話が、農業新聞に出てましたけども、実は生産量がですね大幅に、減ってきちゃってる。ですから今初任牛がものすごく高くて、100万円以上します。でそれを買える農家はごく限られた農家しかいない。で買えたとしてもね、絶対の頭数が少ないものですから、牛乳の生産は増える見通しは全くないですね。ですから本来はですね、日本の乳製品牛乳を国産で作ろうと思ったら、やっぱもっと酪農でいい牛を作ってミルクをいっぱい絞れば生活ができるということになればですね、力を入れてそのホルスタインをつけて、でもホルスタインの後継牛を確保して育成をしてね、それで自分の後継牛を作って、さらにはまあ労力や条件が許せば頭数を増やすというふうになってくれば生産が増えていくんですけども、実情はですね、とにかく周りの農家を見ても元気な農家はめったにいない。で今その確かにね、牛を買う方じゃなくて売る方になってるだけの人、自分でだからいっぱい初任牛がいっぱい持ってる、あるいはその成績が良くて牛が病気が少なくてミルクがいっぱい出ると、で牛の自分の初任牛が余るから売るっていう人もごく一部にいますけど、そういう人たちはある程度お金になります。今まで5、60万しか売れなかったものが100万円に売れるわけですから、
で、そういう状況になっています。で、そういうとにかくなんか周りの農家を見るとね、どうしようっていう農家がいっぱいです。だからやっぱり牛乳で採算が取れる、ね、あの価格設定をしないと、なんか酪農の発展っていうのは難しいのかなっていうふうに思います。で、私もその何年かの中で結局ね、生産調整が始まるまで、生産調整っていうのは昭和53年ぐらいから始まったんですけど、まあ、牛乳が余るということで牛乳を捨てるとかって話がニュースになった時期がありましたけども、その頃まではその今問題になってる不足払い制度があって、加工原料乳の補償価格が95円ぐらいだったんです。で、そうするとプラス20円ぐらいが飲用乳価の取引価格になっていたもんですから、その頃は酪農がどんどん生産が伸びていきました。で、それから生産調整始まってからですね、補償価格の値段がどんどん下がっていく。で、結局乳価がどんどん下がっていって、その、まあ、個数はどんどん減って規模拡大して生産力を上げればみたいなことで進められてきたんですけども、ついにそのいくら大きい人が増やしても全体の生産量が増やすまでいかなくなってきてるっていうのが全体の状態だろうと思います。あとはあんまり酪農現場ではそれくらいのことしかないんですけども、あと何か質問がありましたら後ほど伺いたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。鈴木さんか内田さんにですね、韓国と EU って確か FTA 結んでいたと思うんですけど、それは今どうなってますかね。米韓 FTA はまあめちゃくちゃ批判されてるんですけど、 EU と韓国の FTA はどうでしょう。それが質問です。はい、じゃあ、EPA とか TPP とか RCEP とかひどいっていうことはもう分かってるんですけども、どうやったら実際に阻止できるか具体的な作戦を知りたいと思っております。以上です。あ、すいません、2点なんですが、まず1個が先ほど質問された方とちょっとつながると思うんですけど、まずやっぱ街頭活動とかしてると、じゃあ対案はっていう話になるんですね。そんなの自分で調べて考えてくれって喉まで出かかるんですが、なのでちょっとまあ私も知識とかがないので、そういう貿易協定に反対する場合、今後日本の、農業とか、どういうようなビジョンでいたらいいのかっていうのと、あと靴組合の佐藤さんにちょっと伺いたいんですが、例えば農家さんとかであれば直接購入して応援するとか支えるとかあると思うんですけど、靴の場合どういうふうに応援していったらいいかっていうのがちょっと気になりました。よろしくお願いします。今私ちょっと用があって、鈴木先生のお話とその後の佐藤さんですか、何かそのお話だった聞いたぐらいで、もしも私の質問がもうすでに話されてるんでしたら、後で個人的に聞きます。今その乳牛、牛乳がだんだん生産が減ってきたと言ってるんですが、その 3.115 のその放射能の影響とか、そういうことで減ってきたりはいかがなんでしょう。それからあともう一つは、豆乳とか、まあ、うちの娘なんかもちょっと我々と牛乳アレルギーで私なんかは好きなんですけども、そういった感じもやはりその生産低下につながっているのかなって、ちょっとその辺のところをお聞きしたいと思います。詳しくは私もフォローしてません。ただ、発行したのがですね、2015年の、3月だったかなと思うので、結局まあまだ3年も経ってないという状況なんですね。で、当時私すごく印象的だったのは、韓国の農民の方々が、まあ、TPP とか韓米 FTA、 あ、 TPP じゃない、韓米 FTA に反対するのと、まあ、ほぼ同じような形でものすごい反対運動をされてて、その時の写真をいっぱいいっぱい見ました。だからやはり農家の農業への影響とか、でちょっとうろ覚えですけど、確かですね、ジェトロがホームページにアップしてましたけど、韓国と EU の FTA の、まあ、成果というですね報告書をなんか書いていて、これはどっちかというと EU が、まあ、トータルで勝っているみたいなような内容だったと記憶してますけども、ちょっと3年くらいだと、なかなかまだ細
細かく影響出てないかと思いますけど、まあ、できれば韓国の方にね、聞きたいところだと思います。3つ目、どう止めるかという質問でしたけれども、これはどなたがつってもなかなか難しいですよね。いやいや、それじゃない。こういうのに研究者が答えるのは、いや、一つはですね、私先ほど申し上げた提案で、内田さんとか皆さんが頑張ってくださっているように、その業界の、ね、代表の声はステークホルダーとして聞くシステムを持っているのに、いわゆる、国民市民の声をきちんと聞くっていうシステムが全然ないというこの状態はおかしいんだということをですね、徹底的にやはり要求していくっていうんです。そういう形の、まあ、運動の展開を強めていくというのが、一つあろうかなということと、もう一つは今いろいろ言われている中で、その RCEP はですね、もうちょっとまともなものにしようじゃないかっていう思いがですね、少しはあって、まあ、私も期待してた部分があります。それもですね、 TPP 型にして日本はどんどんね、もう変えていこうとしてますが、やはりアジアのたくさんの国々はもっと柔軟で互恵的なルールでないと自分たちの国の発展がないという思いが強いので、そういう声をですね、中国、韓国、それから ASEAN10 カ国の皆さんとともに結集して、そういうルールをですね、じゃあ何だと言われたのに答えるために具体的な青写真をですね、もっと私たちが提案していこうじゃないかと。私は農業については東アジア共通農業政策っていうのを EU に真似してですね、どういう形でこうみんなが、サポートし合えるかっていうのは、計算も、前にもしたこともあるんですが、そういうふうな具体的な提案も含めてですね、我々からちょっとこう提案していけないかなというのが一つあります。それから食料についてはですね、まあ、EU の例にあるように、その本物を守っていくということについてですね、やはり、消費者の側からのですね、アプローチが強いわけですので、日本の皆さんもですね、特に EU では多くの国で生協さんのシェアが食品流通でかなりを占めております。それでですね、スーパーさんの安売りだけじゃなくて、少々高くてもいいものの価値をきちんと値付けしていくっていうですね、ことを生産者の皆さんとしっかりタイアップして、基準作りとかやってるわけですよね。そういう点をですね、日本の生協の皆さんも頑張っておられますけども、やはりなかなか個々がそのいいことやってるんだけど、なかなかこうもうちょっとですね、シェアを持つぐらいの連携というものを模索してですね、一定のその、こう力を、確保できるような、そして生産者や JA さんとこう協力してですね、そういうふうな本物を支える、こうですね、情報や食の安全基準もそうですけども、いろんなものについてですね、なんか仕組みを強化していくということで、安くても悪いものが入ってきてもそれは排除するというですね、自分たちのそういうシステムも、まあ、もっと強化していけないかなと、いうあたりを一応ですね、お話しさせていただきます。はい、はい、はい、じゃあ私からも本当にですね、どうしたらいいのかっていうのは皆それぞれもう皆さん悩んでいて、でそんな中で何かやってらっしゃる方がここでも多いと思うんですね。でやっぱり TPP の中で私たちは獲得したことっていうのはですね、まずはその幅広い、分野が違ういろんな方々と力は弱いとかもしれませんけど、やっぱつながったということ、それからやっぱり今のこの TPP 型の自由貿易がいかにですね、私たちの暮らしや地域や主権を脅かすのかっていうことはですね、やっぱり広がったんだと思うんですね。で TPP はなくなっても、まあ、日米の二国間だとか、まあ、この日本と EU のもその要素が含まれてたり、で鈴木さんおっしゃるように RCEP の中にもですね、そういうものがどんどん取れる、つまり乗り物はどんどん変わるわけですね、貿易交渉という。だけどその中身はですね、もうどん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 自由化の方にしか行かないと、まあ、そこの構造をちゃんと捉えてですね、やっぱり発信をしてし続けなきゃいけないというふうに思います。で特に私は EU との協定に関しては、先ほども言いましたけども、日本の
不十分な点とかですね、やっぱり EU のレベルに合わせるべきだよなというものってたくさんあると思っています。まあ、食の安心安全もそうですし、さっきの個人情報の保護ということに関してはですね、やっぱり EU 並みの強い保護規定をきちんと国内法でですね作るべきだと思うので、なんかそういうふうに今黒いものをですねどんどんそのいいものにですね変えて、いけるような努力もしつつ、でも本当に悪いものはぶっ潰すっていうですね、多分ここから の, その運動戦略としてはそこが大きな岐路になるのかなというふうに思っています。で、あとすいません、最後に RCEP についてですね、実は私は今一番 RCEP に取り組んでいてですね、これもまた誰も情報、政府がほとんど何の情報もないので全くみんな知らないんですが、2013年から交渉していて、先ほど追加で配っていただきましたけれども、そんな情報がない中、なんと今月の27日から3月の3日までの1週間、次の交渉会合が神戸で行われるんです。それを知ってたっていう方どのぐらいいらっしゃいますか？ガーン、まあ、鈴木さんは当然ですけどやっぱそうなんです。でこれはですね、凄まじいことが今起こっていて、ホスト国である日本の、まあ、担当省庁、外務省、経産省なんですが、ホームページにその会合を日本でやるっていうことが一言も書かれてません。発表されたのは12月の10日頃です。もう1ヶ月以上経っているのに。で他の国の政府はみんな書いてるんですよ、次日本でやると。会場日時すらですね掲示してない。凄まじい、情報の公開のレベルの低さで、やっぱりでもこれは私たちが出せ出せと言わないからなんですね。まあ一応私毎日のように言ってるんですが、まだウェブに上げてくれ。でやっぱりそこはですね、政府や企業っていうのはほっといたらこんなことになっちゃうわけなので、それも電話一本でもファックスでもですね、議員だったら申し入れに行くとか、でもそういうことをやるしかないというふうに思っています。ですから RCEP に関しては、まあ、公営でやるんですが、ぜひ皆さんにも関心を持っていただいてですね、東京でもいろいろできることがあるので、ご協力、参加をですね、いただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ次の質問の、佐藤さんに質問がありましたけど、どう支援したらいいですか？ご承知のように農産物とは違ってですね、なかなかその直売直販というような形にはいかないというふうに思います。私ども自身は先ほどご紹介させていただいたように生産手段を持っていません。単に部分加工、加工ということで労働力を提供して、まあ、靴を作っている職人がいるということですから、なかなかそれに十分応えることは率直に言ってできません。ただ一度挑戦したことがあるんですね。自分たち職人 を持っているわけですから、生産ラインを作ってやろうかということで、ハンドメイドパターンオーダー的な靴を作ってということで、挑戦はしたんですけども、だいぶ足数は生産はしたんですけども、一つの企業体を作るというようなことになりますので、なかなかこれは難しくて、まあ、挫折をしたという経緯もあります。まあ、いずれにしてもイタリア製だとかフランス製だとかドイツ製だとか、あれは向こうの基準で作ってますから、日本人のメイドインジャパンの靴っていうのは日本人の靴に基本的にはあったように、まあ、いわば昔は高高ダンベロと言われたわけですけども、少しずつ欧米化してきてますけども、そういう形での靴は日本のメーカーは作っていますし、その下で私どもの組合員、日本人の職人は頑張っているわけなので、そのブランドだとかイタリア、フランス、そういったことに、ま、惑わされないでですね、ぜひメイドインジャパンの靴を買っていただくということで消費をしていただきたい。ちなみに浅草を中心とする革靴は男物でいうと1万5000円から3万円ぐらい、女物のパンプスでいうと1万円から3万円ぐらい、大体5000円ぐらいになると神戸物とかっていうものになりますんで、ある程度中高級品をぜひですね、消費をしていただきたいというふうに思いますし、先ほど少し最後の方で触れましたけども、経営者の方もやっぱり日本人のそういったものに合った需要の靴を作ろうということでの挑戦がもう 3,4 年前から始まってきています。日本比較産業連合会、あるいは東都製菓工業協同組合というところのホームページ見ていただくと、さまざまな
様子が出ていますので、興味のある方はご覧いただければというふうに思います。すいません。ボート生活ってものお菓子じゃないですからね。靴なんですよね。それで検索すればできる。はい、社名もね、横文字が多いんだよね。こうね、なので、どれが国産かって分かりにくいかもしれないですけど、そういうところで見て、靴屋さんに行くといいかもしれないですね。はい、それでは最後ですけど、中村さんに 3.11 放射能影響等々はあるのか。全然なかったわけではありません。当然牛が淘汰されたりね、して牛乳が捨てられたりっていうこともありますけども、だから牛の初任給が1万頭足りないって言われたらもう10年以上も前ですから、それは影響の一部だと思います。で、病気もあります。抗生液でね、処分された牛がいたりっていうのも影響してますけども、それはほんの一部で、全体的にそれが大きな生産源になったかっていうとそうではないと思います。で、一つは牛乳のイメージもですね、いろいろあって、この間試して買ってんかなんかで、痛風の人に血液を良くするっていう話が報道されたりしましたけども、一方でけしからんと思ってるのはホームページでね、パックの牛乳を子牛に飲ませると牛が死んじゃうって言うんですよ。知らない人が聞くとおおっと思うでしょ。子牛はね、免疫を母親の初乳からもらうんです。初乳じゃない、飲んでない牛は死んじゃうんです。で、それをね、あたかも牛乳が危険かのごとくね、そんな根拠もわかんないものもひどい会社でホームページの中に書いてあるんです。で、やっぱ牛乳に対する攻撃だと思いますけど、やっぱりね、飲用乳の中でのライバルなんですよ。だから牛乳って結構スーパーの、客寄せ商品にね、安売りでやったりするじゃないですか。で、スーパーの宣伝にしてればね、安いんですよ。100円牛乳で売ってね、100本売ったって10万円ぐらいしかお金かかんないですから、そういう形で使われやすいっていう部分があります。ですから、もう一つは、私もこういううちの方の専務もしてます、野鳥牛乳で産直をやってまして、生協運動にお世話になってるんですけど、長いこと生協との産直運動やってますけど、労働者の賃金がね、上がるのは終わった頃から生協の活力が弱ったんです。で、つまり賃金が上がらないとね、で、非正規労働者がどんどん増えてきて、庶民の所得が上がらないと牛乳の消費量も順調に伸びてこないっていうのがあって、私どもの野鳥牛乳も苦戦をしています。まあ、人のせいじゃないんですけども、今日社会社は世の中全体の流れにね、影響を受けているということです。そんなところで、どうもありがとうございました。本当に忙しい中、ご参加いただいた方にも感謝申し上げますし、4人の報告者の皆さんには今一度ですね、大きな拍手でお願いします。先ほど質問にもありましたけれども、どう止めるんですかっていうね、TPP を止める、先ほど鈴木さんのお話にもありましたけれども、結果的には止めたわけですよね。そういうこういう運動、皆さんも関わってきたと思いますけれども、本当にいろんな世論調査やっても TPP 反対っていうのが増えないねとかね、というようなことだとか、安倍内閣の支持率がなかなか下がらないねとか、いろいろ感じられたと思うんですけれども、僕確信持っていいなと思ってるのは、強行採決した後、共同通信がやった世論調査では TPP を強行したことは良かったですかという世論調査があったんですけど、これは10ポイント以上ですね、良くなかったっていうのが勝ってるんですよね。で、こういうやつの積み重ね、それから国際的な問題もあって、こういう止めるっていうですね、ことになった。これは大いにですね、確信を持っていただきたいし、申し訳ないというふうに思っていますし、それからこういう本当に超党派のですね、野党だとかと市民のですね、共同の力もTPP を止める上で大きな力になっています。今いろんなですね、テーマでこういう運動も広がってきていますので、
こういうところにも革新をしながら、この運動を広げていくというふうにしたいというふうに思っています。実は食権連というのは合言葉っていうかありまして、食とか脳を守るのにはもう政策を変えるという運動は当然必要なんですけど、それだけではダメと。実際にいいものを作っている農民生産者を励ましながら消費者と連携して、この国内のいいものを作る、それから流通させる、加工する、消費するっていうね、こういう活動のをも一緒に広げようということを、2つのことをテーマにして食権連というのをやってるんですけれども、今日お話聞いた中でもですね、こういう運動がベースとしては本当に必要だなっていうことを改めて感じました。実はあさって食権連の次の機関会議がありまして、それで今日出されていろいろな意見も含めて、今後この EU との EPA 協定についてどういうことをしていくかということも議論する予定でいますが、繰り返しになりますけれども、2月9日、12時から官邸前でですね、日米 FTA 日米通商交渉、二交換交渉を引き受けてくるなというようなこともアクションやりますので、ぜひお時間取れる方はそちらに何かこう自分での主張をプラカードか何か書いて持ってきていただければというふうに思います。このこともお願いして、今日の学習会を閉じたいと思います。本当に今日はどうもご参加ありがとうございました。